合作探偵小説江川乱子第一作者江戸川乱歩発端赤木泉ビヘイビアリズムの新心理学によれば人間生涯の運命というものは 遺伝よよりりも、も、教育よりも生後数ヶ月の環境によってほとんど左右されるものだそうであるで女王江川蘭子の悪魔の生涯もおそらくは彼女の赤ちゃんであった時代の世にも気になる環境のせいであったに違いないワットさん氏曰く赤ちゃんに対しては一旦明白にただ2つの刺激が 我々が恐怖反応と呼呼ぶ行動の方を呼び起こすその一つは高い音であり他の一つは指示の面質である赤ちゃんが鋭い物音に怯びえ寝ている敷布団を急激に引かれたりお湯に入れた刹那などに泣き出すのがそれだ難しい言葉で言うとその時容易に観察される反作用は呼吸の急激なる停止 呼お及び呼吸の調子の著しい変化呼吸及び両手を上方に投げることである世の親たちは少なくとも母親たちは育児の本能によって彼らの赤ちゃんにこの2種の恐怖をできるだけ与えまいと骨折るものだすやすやと寝入っている赤ちゃんのそばを歩く時は足音を盗みお湯に入れる時は赤ちゃんの体をタオルで巻いてギュッと と抱きしめてやるとという具合にところが赤ちゃん江川蘭子の場合は正反対であったと言っても必ずしも彼女の若い母親ばかりの罪ではなかったのだがまず第一の不幸は彼女一家の住宅があまりに高所すぎたことだつまり蘭子は有名な大アパートの7階の一室で生まれたのである。 音の恐怖の代表的なものでは日に三度アパートの隣の製菓会社のサイレンが鳴り響いた蘭子はその開音から二軒と隔たぬ窓際に寝かされていたのである指示の滅失の代表的なものは母親が日に幾度の外出に彼女を大い乗り込むアパートの高速度リフトであったその都度ラ蘭子の心臓はリフトの床とともに 一切なに百尺の奈落へと落ち込んでいった第二の不幸は彼女の両親が非常に若くて父は23歳母は18歳であったはつらつとしていて感情を押し殺すすべに不慣れなために絶え間なく無邪気な相当が行われていたことだ父と母とはいつもガンガンと怒鳴り合っているかそうでなければ歌を歌っていた 歌だけならいいのだが若き母のバイオリンの伴奏が伴ったそれが赤ちゃん蘭子にとっていかに恐怖すべき音響であったことかそれでも合唱はまだ我慢ができた悲惨なる赤ちゃんにとってはそれがいかに凶暴であろうともこの世での一番和やかな子守歌に相違なかったのだからという意味は 父母の逃走時におけるはつらつさはどうしてバイオリンの奏でい出す恐怖音のごとき生やさしいものではなかったからであるその闘争が激しくなった時には赤ちゃんはもはや1個の物体に過ぎなかった西洋流に言うと1本のパンの延べ棒に過ぎなかったつまり生物としての存在を失ってしまうのである具体的に言うと甚だしい場合には 彼女の父母は半軒ないし一軒の距離で蘭子の柔らかい肉塊をゴムまりみたいに放りっこするのであるその時こそ我が江川蘭子は指示の滅出を心ゆくばかり味わうことができたのであるところで右のごとき事情のみであったなら江川蘭子は成長の後おそらくはダイビングの大選手になったことであろうが 彼女の「幼児の印象群」のうちにはこの物語を成功小説に終わらしめぬところの少々独特しいものがあったというのは第一にこの作者は指折り数えることが好きである彼女の23歳の父はアメリカ風の勝者なる圧巻であり彼女の母はとびきり美しいけれども近代風の低層関連希薄者であったからである彼女の父は 日頃口癖のようにタグラス・フェアバンクスとなって王享貴族の生活をするかでなければ第二世下手屋銀次になりたいと言っていたつまり彼はすりかっぱらいそのほか類似の小悪事によって暮らしを立てていたのである若き母は無論夫であるこの青年のはつらつたる主義思想を賛美かつしていた 彼女は悪事の助手を務めることはもちろん夫の命令とあらば低層でも売る美しい犠牲的精神を持っていたではどう闘争が起こるかというに若き妻は夫の踏文餅をみじんもかしゃくしなかったつまり彼女の方が幾倍も夫に惚れ込んでいたからであるその母の子である蘭子は勢い のの父の主義思想を活しなないいではいられなかった彼女の場合は精神分析家のいわゆるファザーコンプレックスである幼き者は母を競争者として父の長を争ったそして蘭子は赤ちゃんの時代すでにダグラスか「叱らざれば仕立てや銀次」の思想を植え付けられていた第2は 毒々式印象の第2歳の時ほんの少年少女に過ぎなかった彼女の両親がはかなく変死を遂げてしまったことだある夜一人のおじさんがと言っても二十何歳の青年なのだが蘭子たちの寝室へ入ってきた蘭子はそのおじさんを二三度見たことを覚えていたけれど誕生が済んだばかりの赤ちゃんには これがどうした青年で何という名前だか分かりようはずがない従ってその夜の突然の凶行の動機も凶行のことさえも彼女には全く無意味でしかなかったともかく彼女は信頼の上を稲妻のようにピカピカと光るものを見た次に変なうなり声を聞いた2歳の彼女ではあったが また日頃罵声やバイオリンの恐怖音に慣れた彼女ではあったがその時父母の体から発した断末魔のうなり声だけは一生涯忘れることができるほど深い印象となって残ったその次の瞬間には彼女は父母の大きな体と一緒にベッドから床の上に転がり落ちただが転落そのものは彼女にとってこよなき快感であった 彼女は母親の死体に押しつぶされてもがきながら転落の快感でキャッキャと笑っていたというわけは彼女は前述の環境のおかげでそのころからすでにかの指示の滅出を日常茶飯事と心得むしろそれを無常の快楽として喜ぶような変態児になりよせていたからだだがそれについてはもっと後で述べる機会があろう ベッドを転がり落ちると直ちに花のような真っ赤な色が彼女の目を刺激しぬるぬるとした液体が彼女の食感をくすぐった母親の白い肉体から父とは違った真っ赤な見事な泉がこんこんとして湧き出していたのだ彼女は浸水せる父親の狐色の肉体を眺めたすると そこからも同じ赤の泉だそれが何を意味するか無論彼女には分からなかったけれど瞬く間にじゅうたんも何もないコンクリートそのままの床の上に真っ赤なドロドロした水たまりが出来上がった蘭子はわけの分からぬ規制を発しながらその血の池をもみじのような両手で ちょうど水いたずらをするときと同じようにピシャンピシャン叩いていたそれから若い母親の死骸の胸にベタベタと血の手形を押しながら出ぬ乳房をちゅうちゅう吸っただが吸っても吸っても乳が出るものだから傷口に傷をつけて父の代わりに赤い液体を5尺ほども飲んでしまった あまり美味しくもなかったしいくらかお腹もくちくなったので彼女は間もなく傷口を離れて今度は室内運動に取り掛か,かった彼女は血の池を転がり父母の死体をはいこえぱっくり開いた傷口を蹴飛ばして部屋中を這い回り白亜の壁を力に立ち上がろうとしては幾度も幾度も失敗した翌朝 アパートの1階下の住人が火のつくように泣き叫ぶ蘭子の声に不信を抱いてその部屋へ上がってきたので初めてこの殺人事件が発見された蘭子の父は後ろぐらい商売柄借り手のない7階を選んで住んでいたのでその7階は彼ら一家だけであとは皆空き部屋になっていたのだそれが犯人を安心させまた犯罪の発見を遅らせたわけでもある 人々は若い美しい男女の死体と血まみれになって事に口の周りはまるで化け猫みたいなものすごさで地団だ踏んで泣き叫んでいる障害物と部屋中に壁と言わず床と言わず点々と記された可愛らしい血の手形を見た蘭子はちょうど子供を欲しがっていたそのアパートの支配人老夫婦が引き取って幼女とした 犯人はついに発見されずにしまった個人の友達などの言葉から人々の想像したところによると蘭子の父はその美しい妻をおとりにしてちょくちょく筒持たせを働いていたというから今度の犯人もおそらく蘭子の母親の甘い空ごとに酔わされた一人であろうそれがあまり真剣に恋したものだから筒持たせと分かっても諦めきれずついに 恋人と恋人の夫とを殺す気になったのかもしれないということであったこの殺人事件では被害者に同情がなかったので世間の騒ぎもさして大きくならずいつまでも犯人が発見されずとも誰も警察の無能を罵るものはなかったしたがってこの事件は警察当局者からさえも黙殺された形であった後年江川乱子が、 世間の冷淡を憤り自ら当時の状況を調査して父母の敵討ちをでも目論まぬ限り犯人は永久にその処刑を免れたかに見えたのであるカルワザアパートの支配人江川作兵氏とその労災おこまさんは 家賃の取り立てなどは随分厳しく陰謀者のように言われていたが2人とも実はなかなかの仏性で蘭子を悪人の子であるがゆえに一層不憫があって本当の娘のように慈しみ育てた蘭子が江川姓を名乗り始めたのはこの時からであるがそれが一生涯の姓となったのだから私は便宜上最初から江川蘭子と呼んでおいたのである引き取ると早々お駒ばあさんは 2歳のランコのキになる性質に驚かされたあんまりだだをこねるもんですからね私ついあの子の方をおぶったんですよすると今まで泣いていたのがケロリと機嫌が治ってキャッキャ笑い出すじゃありませんか本当に怖いような妙な子ですわ変なことだけれどそれは事実であった おこまさんは蘭子をあやすすべをえとくした膝の上でゆすったりおんぶしたりこもり歌を歌ったりそれらの世間並みの方法はすべて無駄であったのみならずむしろこの障害物を不機嫌にさえしたこもり歌の代わりにびっくりするような騒音が愛 v の代わりに聴着が有効であった騒音では台所で皿と皿とのぶつかる音 ことにそれが床に落ちて壊れる音が蘭子を楽しませたある時アパートの前で自動車のタイヤが破れて鉄砲みたいな音を立てたがそれを耳にするといきなり笑い出した蘭子のご機嫌というものはなかったまたある時アパートの裏口の脇を這い回っていて三段ばかり石段を転げ落ちたことがある むろん火のついたように泣き出すものと驚いて駆け寄ったおこまさんは蘭子の顔を見てあっけに取られてしまった彼女は石段の下に仰向きに転がったまま生え始めた可愛い前歯を出してまつげの長い美しい目をうっとりさせて心からうれしそうに笑っていたのだその笑顔のあどけなさ母ちゃんはね おまをたてしまいたいよ。お駒ばあさんはたまらなくなっていきなりランクを抱き上げて頬ずりをしないではいられなかったほどだだがこの異常な性質を別にすれば知恵もたくましく体も健やかに彼女はぐんぐん成長していったことにその美貌はクボの美しい部分だけを遺伝して年とともにいよいよ魅力を増し彼女を一目見たものは まあいいと口に出して言わないではいられぬほどであったこの子はどこまで美しく愛らしくなっていくのだろう怖いようだ江川夫妻の話題はその他にはなかった彼らは愚かにも18歳の蘭子が清掃してお嫁入りする姿を妄想していたのである小学校では彼女は校中第一の優等生であった 中でも数学と歌唱と舞踏と体操では先生は100点以上の点数がないのに困らなければならなかった機械体操はどんな男子生徒よりも上手だったしプールでのダイビングは学校中の生徒も先生もそれに見とれるために集まってくるほど見事であった美貌は無論校中第一であった先生も生徒も男という男が彼女を恋していた そしてランコはたった一人で何百人の恋人たちにまんべんなく愛嬌を振りまく才能を備えていた卒業間際の14歳の時二度変なことがあった一度は先生と45人の同級生とで国技館へ聞く見に行った帰りがけ着物を着たまま両国橋の上から隅田川へ飛び込んだのともう一度は ある百貨店の屋上から飛び降りようとして居合わせた刑事に帯をつかまれて果たさなかったことである無論彼女は自殺を考えたわけではなかった赤ちゃんの自分階段を転がり落ちて笑ったのとダイビングがひどく好きなのと同じ妙にやむにやまれぬ衝動からであったつまり彼女はむしろ本能的に危険を死と紙一重の離れ業を愛好した 彼女にとってわずか14歳の小娘のくせにこの世の楽しみといってはただこの危険の他には何もなかった高い建物に登ったり深い川を覗き込んだりすると続々そうけ立つほど不思議な夢みたいな快感を覚えてつい飛び込んでみたくなるのだ小学校を卒業すると江川夫妻は 彼女をしつけの厳しいので聞こえた私立女学校へ入学させようとしただが蘭子は単調な学校生活に飽き飽きしていたと言って女飛行家を志望してみたところで許されるはずもなく入学資格や費用の点で面倒があったそこで彼女はそんな面倒もなく彼女にとって最も好ましい職業を得るんだある日無断家出をして 郊外にかかっていたた娘局団に身を投じたのだここは入学資格も親の許しさえも不必要であったから局馬団の親方は蘭子の美貌を見て即座に彼女をかくまうことを承諾した軽業などはどうでもよかったのだが蘭子の方でぜひやらせてくれというものだから客の帰ったあとで空中のブランコに上がらせてみたすると彼女は 二三度空中からもんどり打って網の上に落ちた後ではあったが一日で通常の空のブランコへ飛び移る軽ワを習い覚えてしまった次の土地の興行から蘭子は軽ワの太夫として客にまみえたそして瞬く間に座中第一の人気者になってしまった彼女は空中においてどんな先輩よりも大胆不敵であった しまいには下の救命門を取り除けてくれとさえ言い出したおろだ江川夫妻は言うまでもなく血眼になって娘の行方を探していたがどういうわけかいつまでも知れずにいた蘭子は旅から旅への興行の間に十六の春を迎えた早熟な彼女は体こそ少年のようにしなやかであったがまつげの長い二重まぶたには すでに大人の媚びといいを称えていた。彼女にとって空中の離れ技などはもはや何の危険をもしたがって魅力をも感じない日常茶飯事になってしまっていたある日蘭子の購買の娘が高い竹沢の上から墜落即死した事件があった十一歳のその娘は投げつけた餅のように 地面に平べっっったた。くななて動かなかった真っ青な顔にべっとり汗をにじませた座員たちがその周りを取り向いた客席に悲鳴や罵のり声が起こった娘の首を持ち上げると顔と地面との間に真っ赤な糸が続いた彼女はひどく血を吐いていたのだ地面には 赤いい水たた。まりができて蘭子はその血を見て2年前に両国橋や百貨店の屋上からはるかの下を覗いた時と非常によく似た一種の旋律を感じた恐ろしくもあっただが同時に娘の死体と流れる血のりにワクワクとそうけ立つほどの魅力を覚えたのだいやそれだけではない彼女が赤ちゃんの自分 両親の死体の間で血のりの池をベタベタ叩きながらキャッキャと笑い共じたあの気になる印象が無意識の底に残っていて今この酷似せる光景に出会い不思議な胸騒ぎを感じたのであったのかもしれぬだが大人といっても16歳の蘭子はまだ犯罪殺人の魅力に思い至るほど成熟してはいなかったそれが どんなに毒々しくも快い刺激であるかをさえはっきりは意識しなかった彼女はただ人の血ってどうしてあんなに美しいのかしらと考えながらうっとりと即死少女の青白い死体を眺めているばかりだったまた幼児の両親の返事についても江川夫妻がひしかくしていたので 彼女は悪夢にうなされた時にはきっと耳にするあのすさまじい断末魔のうめき声さえもそれが何を意味するのかよくわからないでいたことだ従って即死少女の血を見た時無意識がいかに怯えたとしても彼女の意識はほとんど無関心であったそれから間もなく関西の大都会での興行の折とうとう来るべきものが来た ランコにパトロンがついたのだ。豚のように声を太った老子さん家の愛イが彼女の心と体にどんな急激な変化を与えたかは想像に難くないいこの老人こそ江川蘭子の悪魔の生涯のいわば一種のポイントマンであったのだ眠り薬 富山介老人に連れられて阪神沿線の洋風別邸に入るまで蘭子はただこの豚老人の前で得意の軽技をやってみせればいいのだと思い込んでいた何かお目にかけましょうかバルコンへ出た時蘭子は庭の高い樹木を眺めて無邪気に言った彼女にはまだそんな野生の樹木に猿のように登ってみたい欲望がいくらか残っていた 軽ねえそれもいいがねえもう日が暮れる部屋へ入って何か食べようじゃないか老人は絶えぬ笑顔を一層ゆがめて室内へと誘ったコックの爺やがごちそうとお酒を持ってきた蘭子はその酒をたらふく勧められて真っ赤に酔っ払ってしまった彼女はもうお酒の味を知っていたしそれが嫌いではなかったのだ 部屋中がぐるぐる回転し耳のそばでバカ囃子がじゃんじゃん生やしたてている中で何かうるさく彼女の首にまといつくものがあったそれが油の塊みたいなケむくじゃらの腕であることを悟ると蘭子は耐え難い好奇心をそそられたかねて恐れていたものしかし同時に待ち望んでいたものがとうとう訪れたのだ しかもその相手が世にもしゅう悪なる豚老人であったことが一層彼女を喜ばせたこっそり人目をしのんだしゅう悪なドロドロしたイカもの食いのかいみおじいさんあたしうれしくなっちゃったわ蘭子はパトロン老人にもたれかかって後ろから手を回して独等をピシャピシャたたきながら とろけるような笑顔を見せたわいせつなる豚は興奮のあまり真っ青になった顔を妙に頬張らせて黙ったままヌルヌルした唇で彼女を圧迫したやがて蘭子は彼女の歯と歯の間に厚ぼったい唇を感じたその気味悪さが身震いの出る快感であった彼女はおかんのために、 思わず歯ぎしりをした「という悲鳴に驚いて飛びのくと茶色の豚は唇からタラタラ血を流して笑っていた踊りましょうかおじいさん歌ってくださらない蘭子は上着をちぎり捨てて部屋の真ん中へ飛んでいったそしていきなりジョセフィン・ベイカーの踊りを踊り抜いた。 だが踊っているのは黒人女性ではないむしろ気高いほど美しい桃色の日本娘だその不調和が豚を狂わせてしまった彼は血の垂れる唇をだらしなく開いて30年以上前の流行り歌を怒鳴り始めた局場団の親方はわざとランを置いてけぼりにしてしまったので。 彼女は当分パトロン老人と共同生活を続けるほかはなかっただんだんこの老人が非常な資産家でおそらくは千万長者の隠居であること隠居とはいえ老人自身も莫大な財産を所有していること彼の息子の当主は大阪の有名な売薬製造会社であることなどが分かってきた老人は着物でも送信具でも 蘭子ままはとびきり新しい下手の着物をひらめかせて神戸の元町通りを散歩するのが好きになったまもなく元町通りの茶店でアダムス四郎という23歳の日英国際児と知り合いになった四郎の高い透き通る花と奥底の知れない青い目と花の上のそばかすとが蘭子の気に入った。 シロは蘭子の住んでいるパトロン老人の別宅へも遊びに来るようになった君、あののおじいいさんの娘かいある時別宅の広間で老人が洗面所へ立った留守にソーダ水を飲みながらシロが訪ねた彼は日本の不良少年の言葉を使ったそうじゃない私おじいさんのおめかけよそれを聞いてもう私と遊ばなくなる 遊ぶことは遊ぶけれど、君あんな豚じいさん好きなのかい？嫌いでもないわ。でもあんたほど好きでもないわ。うまくいったら僕はお金がないからね。じゃあ証拠を見せてあげましょうか。あんたの方が好きだっていう。うん。史郎は胡散臭い顔をして生返事をした。 蘭子はテーブルの上にコップを3つ並べてソーダ水を注いだそれから洋服の胸から小さな紙包みを取り出してシロ郎に渡したこのコップのどれか一つにその薬を入れてかきますのよシロ郎は紙包みを開いて白い粉をちょっとなめてみて顔をしかめた苦い、ね、ええ苦いわ。 誰に飲ませるのだいおじいさんおおロ郎はさも驚いたようなおどけた顔をしてみせたがその実はしから怖がっているらしく持っている薬の髪がブルブル震えていた早くしないと今におじいさんがやってくるわよそうよこんないたずらあんた怖いの ランコは躊躇している青年の手を握って一つのコップの上へ持って行って振り動かした粉薬はソーダ水に落ちてそーっと底の方へ沈んでいったおいランコ何をかき回しているんだね帰ってきた老人が機嫌よく言ったおじいさあ みんなで飲み干しようよ。老人も青年も乱子も、ひつずつコップを持った。おじいさん、断っておきますがね、その中には毒薬が入っているのよ。今、私が入れたのよ。ねえ、シロさん。アダムス青年は顔の筋を固くして、恐怖の色を表すまいと一生懸命になっていた。おお、 お前が毒薬を、ね、わしを殺しておいて四郎君と夫婦にでもなろうというわけかね <laughs> 老人は16歳の少女と子供子供した国際児を軽蔑していたねえ四郎君どうしたもんだろうねこれを飲んだもんだろうかね彼は脂肪の塊みたいな歌で アダムス青年の華奢な肩を抱いて愛舞するように揺すぶった結局老人はそのソーダ水を豚のように喉を鳴らしてすっかり飲み干してしまったさあ蘭子は一踊り老人は青年の肩を抱いたままソファにもたれ込んで蘭子の例の踊りを処方したえ踊るわ。 彼女は無邪気に立っていって蓄音機をかけ大胆に着物をかなぐり捨てて黒人音楽に連れて凶暴な舞踏を踊り始めた老人はドラ声で訳のわからぬ歌を歌い出した蘭子の体は野獣のようにわいせつに軽ワザのように軽快にくるくると回転した若きアダムスは前の快楽と隣の恐怖とに挟まれて 名しがたい苦問を味わったその上脂肪の塊がだんだん強く彼を抱きしめる異様な触覚にも悩まされなければならなかった彼はその手を払いのけようともせずわめく老人の横顔を絶え間なくチロチロと息詰まる思いで眺めていた蘭子の舞踏が物狂わしくなるにつれてだが老人の声は力を失い 青年の肩の腕がだらしなくほどけでいった。四郎は飛び出した両目で老人を凝視しながら、おじいさん、おじいさんとそのブクブク膨れた太鼓腹をついてみた。老人はいびきと厚い唇を伝うよだれでそれに応えた。大きな丸々した顔が青ざめて、朝のガラス窓のように汗の玉でびっしょりだった。 青年は蘭子の凶暴な踊りに飛びついていってそれを止めた彼はブルブル震える指でぐったりとなった豚老人の姿を指し示したまあ死んじまったの、ね、ラ蘭子はドアへ走って行き内側から鍵をかけたアダムスはびっくりして蘭子の平気な顔を見た「おい蘭子さん!」 いいのかいいいのかいいいのよさあ邪魔者はいなくなってしまった思う存分遊べたよランコはレコードを入れ替えて四郎青年を捉えるといきなりでたらめなステップを踏み始めたボーボーとレコードのサキソフォンがわめいたアダムスもつり込まれて4本の足が ラランチキランチチキキ踊りでしたいいことがあるわ蘭子は青年を突き放してソファーへ走ると豚老人の極上クッションみたいな体を床の上へ長く横たえた彼女はその膨らんだ太鼓腹に腰掛けてお尻をポコンポコン弾ませながらアダムスを差し招く青年は恐怖だか気絶だかもうわからなくなってしまった 名城しがたき興奮にふらふらしながら同じように人間クッションに腰をかけた並んだ2人がレコードに合わせて足を振り動かすにつれて太鼓腹が水枕みたいにダブダブと揺れたあんたこの人を死んじまったと思ってるの蘭子がアダムス青年の肘をつづいてクスクス笑いながら言った眠り薬よ。 この人が常用している jr の分量をちょっぴりホークしただけなのよ。ほらごらんなさい。もう目を覚ましかけているわ。2二人が腰掛けたまま本郷すれすれに並べて人間クッションの顔を覗き込む。と老人は睡眠薬の効力がまだうせないのに、腹の上の運動で無理に揺り起こされた。朦朧とした意識で。ぼんやり薄めを分けて。 とたの姿を見つめていたあら笑ってるわこんな目に遭うのがきっとうれしいのよそれは冗談ではなかった老人がうっとりと目を細めて緩んだ方でニタニタと気味悪く笑っていたそれを見ると2人とも少し怖くなって立ち上がったそうじゃないわ。 何か嬉しいいでも見ているんだわ平気よ平気よ蘭子が止めたけれどアダムス青年は老人が本当に目を覚まさぬうちに帰ると言い張ったじゃあさよなら玄関まで送っていった蘭子はそっけない調子で言った私やっぱりあんたよりおじいさんのほうがいくらか好きだわ。 だってあんた国際誌のくせに「いくじらし」なんだものという事件があったから蘭子の心にまた一段の変化が来た彼女は春に目覚めたと同時に悪にも目覚めたのだ指示の滅出がいかに誇張されどんな高いところから飛び降りてみたところで繰り返しているうちには刺激ではなくなってくる 彼女は真似手のないほど危険な軽技にも飽き飽きしてしまってもうこれで世の中の興味はおしまいかしらと生きがいなく思い始めたところへパトロン老人が現れたそして彼女は人間の常事もまた軽技と同じように胸をワクワクさせる快楽の一種であることを悟っただがそれよりも あの殺人遊戯と密通遊戯が彼女の心に与えた変化は大きかったソーダ水のコップの中へ粉薬を入れる時の何とも言えぬ罪の快感それを老人が飲み干す刹那のそうけ立つような歓喜寝入った豚の前での秘密な閲楽。それらはどんな空中の離れ技よりも もっともっと彼女を興奮させる力を持っていたああ世の中にはこんな面白いことがあったのかと蘭子はもう有頂天になってしまっただが彼女はまだ老い先長い十六歳の小娘だ年とともに彼女の胸に咲き乱れるであろう枠の花がいかに独々しく美しいものであるか年長じてどのような養父となり 年老いていてかなる悪馬となるか。ななるる悪と彼女が第一に行う大犯罪はそもそも何事であるかまたこの女悪魔を向こうに回して戦う者は誰かあるいは犯人介護して和製女ビロックとなるかそれともまた江川蘭子は突然姿を消してしまって全く別の人物が舞台を占領するか すべてすべて、この作者は何も知らないのである第三作者高賀三郎波に踊る魔女第1の作者によって個々の声を上げた女王江川蘭子は第2の作者によって犯罪の第一歩を踏み出した。 ここに前2社の後を受けて第3話を物語らなければならない第3の作者すなわち私はいささか困惑を感じるのであるというのは私は読者諸君のうちにはご承知の方もあろうがつとに本格探偵小説の提唱者であってアメリカの探偵文団の長寿バンダインがかつて新青年に寄せた本格探偵小説心得数条のごときは それと一言一句相違なきことをはるかにバンダイン以前に唱えかつ塞いながら実行しきたったのであって本格探偵小説はもっと簡単に要約すれば成し遂げられたる犯罪と知られざる犯人の追求にあるのであるしかるに我が江川蘭子の物語は機械極まる彼女の性癖と計るべからざる犯罪と知られざる被害者とに始まっている 前2者の優れたる手腕は十分にこれらの物語に交際を添え読者をして高骨たらしめえたけれども第3の作者たる不詳の私は果たしていかなる手法に出て読者の満足を買うべきかといささか困惑している次第であるしかしながら一旦課せられたる以上はやむを得ない最善を尽くして物語を続けなければならないさて第3の作者は 読者諸君と共に次のごとき事実を知り得たのであるすなわち江川蘭子と名乗る美しき少女は幼児の指示の滅出および成長期の環境から普通に剣を恐怖となって現れるべき刺激がかえって快楽愉越の状となって現れ流血冒険は彼女の最も喜ぶところであった彼女は16歳にして 資産家の隠居で豚のごとき老人富山定助によって成人に目覚め老人につぼみの唇を好んで捧げる傍らアダムス四郎なる国際児と奇怪なる方法で乱舞放要した第2話の作者によって集会なる一個の豚のごとく江川蘭子の眼老物に過ぎないように思われていた富山定助は画前悪圧巻弾の狩猟に躍進した 蘭子の第三の対象物である水中眼鏡または黒眼鏡に覆われているリリ式神秘的人物城山正吾は常に富山貞助の動静をうかがうごとく彼のいとこの美人とともにあざみの記号による脅迫に苦しむごとく彼は一度は見えざる敵によって軽からざる負傷をさえ受けたその間にあって蘭子は アダムス四郎の勧めによって丘の上の住み手のない偉人屋敷でランデブーを試みた偉人屋敷ではしかし蘭子は四郎に会う代わりに数名の末漢に捕らえられて彼女がむしろ喜んで応じたところの死刑執行人の一人に加えられた死刑執行人の首領は紛れもなく彼女のパトロン富山定助老人であった殺人が終わった後 彼女は異常な興奮に駆られて汗と涙に濡れた顔を相手の老人の胸にめったやたらに擦りつけたここで第二話は終わっているだから当然第三話はその翌朝から始まるのである「狂った国際磁」 元町の交番は朝っぱらから非常な人だかりだった空は青々と晴れて白いちぎれ雲がふわりと浮かんでいたそしてちょっぴりやきめいた景色を見せていたしかし人々は空のことなんか少しも構わないで汗をふきふきちょっとでも少し奥の方へ入り込もうとひしめいていた交番の中には 鼻の高いやや青みがかった目の青年とも老人ともつかない男がギロギロとうさんくさく辺りを見回しながら「うーうーううううう」と訳のわからないことをつぶやいていた彼はどこか不潔なところをくぐってきたと見えて勝者たる白服は蛛の巣とほこりでところどころ汚れていた何や国際時か気がちんごうとるのや。 あいいつ若いのか年寄りか?」見物は口々に罵ったが最後の男が口走った通り不思議なのは狂った国際児は顔つきといい服装といい一点の隙のない青年であるのになんと彼の櫛を入れないもじゃもじゃとした頭はほとんど真っ白ではないか交番の巡査は透かすようにしていろいろ問いただしたが 国際寺は初語に支障をきたしていると見えてただあーあー言って時々両手を前に突き出してまるで縄でも引っ張るような格好をして見せるほか少しも要領を得ない電車で本所と打ち合わせた末巡査は群がるやじ馬を突き抜けながら彼を本所に同行した気が違ておるようだ。恐る恐る言った巡査に 司法は任は邪んに行ったあ朝っっっかららつまらなな。いものを引っ張ってきたなが必ずしもつまらないものでないことが午後になって分かった陽気あたりを払うような素晴らしい美少女が恐れ気もなく保護中の国際児に会いたいと言ってきた司法主任の亀田警部補は首をかしげながら美少女を留置所に案内した 美少女は江川蘭子と名乗った郎ちゃん、ん、まあ、たた頭どうしたのこれが蘭子の言った最初の言葉だった史郎はきょとんとして蘭子を見つめた彼の目は明らかに懐かしそうだったちょうど飼い犬が久しく見なかった飼い主を見た時のように何かしら物言いたげだったけれども彼は、 何も言わなかった四郎,郎は顔を妙にひん曲げてゲラゲラ笑いだしたしかしなんと悲しそうな笑いだったがゲラゲラ笑いながらも彼の目は潤んでいかにも涙が垂れそうだった彼は笑いながら両手を前に突き出して しきりに縄を引くような格好をした。本当に気が違っちゃったんだわ。つかない人。蘭子は吐き出すように言って振り向きもしないでぐんぐん歩き出した。史郎はその後ろを悲しそうに眺めながら、相変わらずゲラゲラ笑っていた。あの男はあなたの知り合いかね。警部補は彼の部屋で質問を始めた。 ええ、私の友達なの？海岸であったり、う、え、ん、え。うちへも34度は来たよ。いいえ、2。3日前にあったきりだわ。家はどこだか知らないわ。警部補はそれ以上に容量を得ることはできなかった。彼は蘭子の住所を控えて返した。ちょうど警部補の部屋に。 県下警察官の夏期講習を終えて東京に帰ろうとしていた帝大教授犯罪学のタイト小坂博士が居合わしていたのは蘭子のために幸福であったか不幸であったか君蘭子の姿が見えなくなると博士は警部補に言ったその湯飲みとそれからテーブルの角そうそうその辺だ。 そこを今の女が触っていったから指紋を取っておきたまえきっと何か役に立つよ今の女は実に典型的の犯罪型娼婦だよえもっとも犯罪型であるということは犯罪者であるということとは違うしかし犯罪型のものは犯罪を成しやすい君は僕がまるで駅舎のように たった一目人を見てこんなことを言うのは軽蔑するかもしれんがね君は生命判断というのを知っているだろう俺は生命によってその人の運命を判断するのだがこれはまんざら理屈がないではないと思うというのだね人の生命というものは実に偶然につくものだもし人に運命というものがあればそういう生命のつくのも運命の一部だから 生命によって、その人のの運命の幾分かはわか,か,かといって生命を変えることによって運命が変えられるという考えは非常に非科学的だと思うがね話が脇道にそれたが手相とか骨相とかというものは生命判断よりもはるかに確からしさを持っているんだというのは手相とか骨相とかいうものは第一持って生まれるものだし それ自体、環境や思想によって絶えず変化するものなのなだだから外見によって犯罪型か否かを極めるということは相当科学的根拠のあることなのだしますと今の女は何か犯罪をいや初めに断っておいた通り犯罪型であるということと犯罪を行ったということとは違う。 ししかし今の女はただに犯罪型娼婦であるだけでなく現に犯罪を行ったのではないかと思われるというのは彼女は明らかに昨夜べはほとんど夜明かしをしたいかに美しく化粧をしても彼女の寝不足の目がそれを証明しているただ夜明かしだけでは犯罪ということはできないが彼女は今朝昨夜と同じ着物を着てきた 比較的贅沢な生活をしているらしい彼女が今朝に限って別の着物を着なかったということは犯罪者の彼女は犯罪者ではないかもしれんがしばしば犯すところの過失である実際犯罪者というものはちょっと常識で考えられんような過失をやるそういう実例は実に多々ある今の女も確かにその実例の一つで彼女は 昨夜着ていた着物をそのまま今朝着てきた君は気が付かなかったかどうか知らんが彼女の着物には肩のところに真っ黒な蜘蛛の巣がついていたし裾のところに2か所ばかり古いほこりがついていた彼女が掃除の行き届かない不潔な場所に住んでいれば格別だがどうもそうは思われんから昨夜は彼女はそうした不潔な場所で夜明かしをしたとみていいだろう そしてそのことは今彼女がわざわざ訪問してきたところの発狂した国際事との間に何か犯罪らしいものがほのめいているではないかなるほどよくわかりました彼女はそれにいかにも令状らしく飾っているが過去は確かに労働に従事したことがある 彼女のたくましい両腕とそやな言葉つきがそれを物語っているしその上に彼女は巧みな嘘つきだなるほど警部補がたびたび感心した時部下の巡査がただならぬ顔をして入ってきた司法主任さっきの国際人が急に容態が変わりまして今にも死にそうです 幽霊屋敷亀田警部補は部下の堀川刑事を連れてぶらりと警察署を出た例の国際寺の事件が意外に紛糾してきたので彼は自ら至急探偵する必要を生じたのだった江川蘭子の訪問を受けた後でアダムス四郎の容体が急に変わって死に瀕して早速医師を招いたところ どうも薬品の中毒らしいという話できる限りの手当てはしているが果たして一命を取り留めるかどうか疑わしいのである一体彼はいつどこでどうして毒薬を与えられたかまた元町の交番で保護されるまでに彼はどこで何をしていたかこれが至急探らなくてはならない題目だったどっちの方へ行きますか 堀川刑事の質問に亀田司法主任は首をひねったさあ私は奴の手つきがなんだか車井戸で水を汲み上げているように思えるんですがねどこか車井戸のあるところを探してみましょうかさあこの神戸界隈で今どき車井戸のある家はよほど田舎の方へ行かないとないと思うがね やつは元町の交番で捕まったのだから、洋道し歩いていたにせよ、そんなに遠くから来たのではあるまい。雲の数をかぶっていたから、神戸付近の空き家を探すのがいいと思う。二人はとにかく元町の交番に行って、シローが発見された前後の事情をよく聞いて、それからそれへと足取りをたどって、ようやくシローが足谷村方面から来たことを確かめた。 芦屋村の付近に小高い丘に一軒の立ち腐された大きな西洋館があって昔西洋人が住んでいたので偉人屋敷と呼ばれているが久しく住む人もなく今は誰言うともなく幽霊屋敷と呼んで誰も薄気味悪く思って近寄るものもないということを村人から聞かされた2人は踊り上がった行ってみよう2人は早速丘に登った 丘の上には崩れかかった異国風な偉人屋敷が西日をカンカンに受けて傷ついた巨像のように横たわっていたおや最近に誰か出入りした跡があるぞ。警部補は玄関の入り口のドアのほこりがところどころ払い落とされているのを目ざとく見つけていったそういえば窓の具合も変ですぜほらあそこのところが1箇所空いています 堀川刑事は窓の方をさしながら行った2人は玄関のドアをこじ開けて中に入った懐中電灯を照らしながら廊下を進んでいくと厚く積もった埃の上には手ざ雑多の靴跡が入り乱れて記せられていたうんこれは1人や2人の靴跡ではないぞ堀川君ちょっと待て警部補は何を見つけたか 堀川刑事を呼び止めてしゃがんだこれを見たまえ。この靴跡だけは目立って小さいかかとの跡が小さいし女の靴跡だ君一つ薪弱で測って明細に手帳につけてくれたまえ。承知しました堀川は手帳と薪弱痘を出した他の靴跡は。 どうもこれという特徴がないしまったこんなことならあの国際寺の履いている靴の寸法を測ってくるのだった署に電話をかけて靴を持ってこさせましょうかそうだねじゃあ君はその靴跡の寸法を測ったらご苦労だが電話をかけてくれたまえ僕はその間にもう少し中の様子を探っておくから承知しました 堀川刑事は女者らしい靴跡の寸法を測って迷彩に手帳につけ終わると幽霊屋敷を出て丘を降りていったその間に警部補は懐中電灯を振り振り隔た,たった床を用心して踏みながら各部屋を調べて回った昔はボールルームにでもしてあったかと思われる広い部屋に来ると警部補は思わず目を見張った 家具は辺りに散乱してほこりはかき乱されよほど激しい格闘が行われたことを物語っていたあってな警部補の目を引いたのは天井板を突き破って針から垂れたと思われる太い縄が部屋の中ほどにぶら下がっていたことだった縄の先は丸く輪になっていた警部補はちょっと縄を引っ張ってみたが 片手でちょっと触ったくらいでは動きはしなかったなお辺りを油断なく探してみたが凶器らしいものも結婚らしいものもなく重大な犯罪を物語るものは何もなかったほこりとカビの周期に外気を呼吸したくなった警部補は一度郊外に出たそしてくれかかる摂津平野を見渡しながら大きく息をした その暇に偉人屋敷から小鳥という物音も立てずネズミのように警部補とは反対の裏口へそっと忍び出たものがあった彼は裏口を出るとほっとため息をついてまたこそこそと一目を避けながら丘の下へ降りていったその男は顔が青ざめてやつれていたが確かに黒ガネの 城山正吾だった孔子病8月末から9月にかけて江川蘭子をめぐる機械な犯罪事件とその摘発に大あらわな警察当局の努力をよそに神戸市を中心として恐るべき疫病が流行し始めた孔子病恐るべき疫病の名はそれであった 一旦感染すると数時間の潜伏期の後に全身を焼けただらすような発熱をして皮膚は黄色に化して苦しみもがきながらみるみる死んでいく恐るべき孔子病神戸を中心とする大都会の人口に比べて孔子病の利病者は菌床なものではあったしかしそれが人身に与えた恐怖は異常なものであった 疫感は必死となって公子病の上陸を防いだ衛生管理は東本清掃力のあらん限り体の続かん限り疫病の蔓延を防いだ病理学者は必死になって病原体を極め両方を発見しようと努力したしかしそうした人々の献身的努力を無視して疫病は全治に しかし確実に全市に広がろうとした貿易管理衛生管理医師は一部の人々を持て余したそれらの人々には公衆衛生の観念が欠如していたいやよしあったとしてもそれを実行する経済力に欠けていたのである彼らは発病者が隔離病者に連れて行かれるのを極度に恐れた彼らには 隔離病者に連れて行かれると殺されるという迷信があった彼らは利病者を隠した利病者のある者は足に任せて逃げ回ったりした異常者は人に迷信を導くその者よりも少し上の暮らしをしている人たちの間にも公子病の病原菌より以上の速さと確からしさを持って突拍子もない迷信がぐんぐん広がっていった その一つ、粗末な氷商店が軒を並べているあるバスへの町で突然創業の美しい青年が姿を現した彼はある酒屋の前に立って「巣をくれ」と言って金とザルを出した酒屋の番頭は生まれてからまだザルに巣を持ったことはなかったしかし青年僧はあぜんとしている番頭を叱るように促して 持っていたザルに巣をつがした。にをがし奇跡巣はザルから一滴も漏れなかった僧は呆然としている番頭を尻目にかけてどこへともなく骨炎と消え去った青年僧は孔子病に悩んでいる病家の前に立った彼は口に呪文を唱えながら草の葉で病人の口に巣を注ぎかけた 病人はたた。ちちまち回復した家人が喜びのあまり礼拝している暇に創業の人はどこかへ消えてしまったそれから青年僧はまるで雲に乗って飛行する人のようにあちらに現れこちらに現れ至る所で奇跡を行ったこんな話が誰の口からともなく語られた。 するとそうした美しい青年層を見たという者がここかしこに現れた彼の行う奇跡が決して偽りでないことを天地神明に誓って制限する者が何人となく出てきた「美僧が某所に現れて骨炎と消え去った」という記事が毎日の新聞に必ず1回は掲げられるようになった「美僧が手にしている草はアザミの葉である」 誰言うとなく言い出した。そして孔子病を避けるためには毎日巣を飲むこと角口にアザミの葉なるべくならば花のついた葉をぶら下げておけばよいと一般に信じられるようになった神戸市全体の巣の需要は驚くべく増していったとごとにアザミの花が下げられた迷信だと言って排斥していた人も 孔子病の蔓延とともにやはり戸口にあざみの花を下げないわけにはいかなかったあざみの花を表にぶら下げる家は日一日と増えていったしまいには神戸全市を通じてごく少数の頑固な知識階級を除いてその戸口にあざみの花を見ない家はなくなった看護や学校の門にも甚だしいのは往来にポツンと立っているポストにさえ 誰かしららの花をぶら下げた。全史にアザミの花が行き渡る頃幸も猛威をたくましゅうした孔子病もようやくその流行の峠に達した貿易館衛生官、医師はほっと安心の胸をなで下ろしながらもなお必死の努力を続けていった人々は孔子病の勢いの衰えたのをそうした人々の努力に期するよりは アザ鼻の,のまじないと神秘的な青年層の力に期した公子病患者の数がボツボツ減り始めた時には「美僧はどこへ行ったのかさっぱり姿を見せなくなった」「貿易や利病者の収容や流言庇護の取り締まりや公子病の流行を中心にしてヘトヘトになった警察管理は流行が下火になってきたのでようやく息をつくことができた」 息をつくと同時に亀田司法主任は江川蘭子の事件を思い出した。波に踊る魔女つっ駅病神め、俺たちの仕事まで邪魔しやがる。神戸公は死んだように静かだった。上空にきらめいている星も、 青黒い油を流したような海も真夜中の眠りについているよう一艘の船がろうとを忍ばして真っ黒な姿を沖へ滑るように進んでいくのがなんとなく物々しいそうよ疫病のおかげで監視が厳しいので俺たちの仕事はやりにくくてたまらないやほら静かにしろ。 狩猟らしい声太った豚のような老人が叱りつけた。叱られた若者は仏頂面をして黙って牢をした不景気と疫病のために港にはブイについている訂船が数限りなく水船下の醜い赤原を出しながら浮かんでいたそれらの船は監視船の目をくぐる絶好の障害物だった怪しい船は巧みに訂船の間を縫って キー、キイと漕いでいく。防波堤まちがくなると、路の音ははたとやんだ。うまく剣刀をつけろ。この前のようなしくじりをするな。よし来た。防波堤からツナを張れ。船から防波堤へ目がけてツナが投げられた。ツナはうまく杭にかかってピンと張った。 角度と長さを測れ、間違えるな。うし。防波堤から張られた綱は防波堤に対してある角度をなしてぐんぐん伸びていった。えし、止まれ。船は綱を張ったままピタリと止まった。さあ飛び込むんだ。音を立てるな。なんだか君が悪いな。 孔子病流行の折から海水は絶対使用禁止なのであるバカ弱いことを言うな俺たちは格子病なんかより監視船の方がよほど怖いんだビクビクしてドジを踏むな船べりから一人の男が静かに海に入った彼は海底にくぐってしばらく姿を見せなかったがやがてブくりと黒い頭を出した あげろ。船の中ではギリギリとろくろを巻き始めた海底からぐんぐんと何かが引っ張られてくる縄が尽きる頃海面を切って真四角なブリキ管がふわりと宙に浮かんで一隅からタラタラとしずくを垂れたよし次は2号だ。四角い大型のブリキ管が船に収められると 船のの中で狩猟らしいのが叫んだ。3号4号都合5つのブリキ管が引き上げられてこれで仕事も終わりという時に出し抜けに付近の桂船の陰から1艘のランチが黒煙を上げて突進してきた「しまった!」逃げようにも路頭発動機では亀とウサギだ投げ込め せっかく引き上げたブリキカン5個は水煙とともに再び元の海底に沈められたその間に早くも監視船は間近に来た何をしているか監視船からは怒号する声が聞こえて制服の管理がへさきにきっと立ってこっちをにらみつけているのがはっきり見えた逃げろ船の上にいた若者はたちまち海めがけて残部と飛び込んだ 狩猟らし彼がまごまごしたのも通り今まで気が付かなかったが彼のそばには嫁にも見とれるような美少女が体をくの字に曲げて座っていたのだ大丈夫よ。よ。私は平気だから、あんた早く逃げなさいよ美少女は取り乱した様子はなくニッと笑いながら言っただってお前。 お前を置いて。いいから早くお逃げなさいってば美少女がせき立てるので豚のような老人は面くらいながらブイを体につけてドブンと不器用に海に飛び込んだ折からの下げ潮で老人の体は矢のように沖へ引かれていってたちまち姿は見えなくなった監視船の人々はいらだちながら怪しい船に横付けになった 人々は呆然とした。見よ、髪を振り乱した容易な美少女が白いツネもあらわにふわふわと波の上を歩んでいくではないか彼女の姿はこの世のものとは思われなかった人魚魔女彼女は彼女はカラカラという笑いを残して海面を軽々と踏んであっけに取られている人々を後ろめに見ながら 滑るように走っていく。やがて彼女の姿は宙に浮くかと見るうちに、足は防波堤に着いた。はははははは。怖いおじさんたち。さようなら。美少女は大胆な言葉を残して、防波堤の上をたちまち闇に隠れてしまった。奇跡。しかしそれはもし昼間なら。 一少女の熟練した綱渡りにすぎなかったのだが奇怪な手紙芦屋村の別荘で蘭子は鼻を鳴らしていたつまんないの密輸入なんて西洋じゃあんな時に海に飛び込んだ人をピストルでどんどん撃つじゃないの日本のお役人はなぜピストルを持っていないの 何かこう血を流すようなことがなければないことはないさおいおいにそんなことができるよおいおいになんて悠長なことではだめさああつまんないな孔子師病が流行りだしてちょっと面白いと思ったら神戸中で100人ばかりの死人を出してもうそろそろおしまいらしいし何かこう体がキューッと締まるようなことはないのかな 値は昔の貧乏人になって新聞に出た美しい坊さんと合引きでもしたいわお前は合引きの相手がいなくなって機嫌が悪いんだね四郎は死にかかっているし正吾とかいう男はどこかへ行ったし大きなお世話だよじじいあたいは合引きの相手ぐらいいつだってこしらえようと思えばできるんだ今度は あんなシロのような育児なしは相手にしないんだ。シロは育児なしだったかい育児なしだったとも。あいつあれんばかりのことで気がおかしくなっちゃったんだもの。おじいさん、いつかほら偉人屋敷で釣ったろあれはシロじゃないんだろどうだか。シロじゃないよ。あたし知ったら。 だって、シロウの首に縄の跡がなかったもの。そうかい。それじゃあ、シロウじゃないだろう。じゃあ、なぜシロウに薬を飲ませたんだいあたいかわいそうだったから、薬を少し減らしておいたけれども。畜生。妙なところで仏心を起こしたんだな。それでシロウはまだ生きているんだな、畜生。余計なことをするやつだ。 だけど、どうせ気が狂っているんだから、生きてたって構えしないわ。それはそうと、あたい、さっきも言った若い坊さんのことが気になってならないが、あれは何だろう。ふん。美しいと聞いて、もうスケベ心を起こしたな。スケベじゃないやい。スケベはお前だよ。あたいのはそんなんじゃないのだ。だってその坊さんは、 あざみの花を天出の家につるさせたというじゃないかなんだっておっかない顔をしてにらむんじゃないよだってそうなんだものおや郵便が来たらしいわよ蘭子はまりのように玄関にかけて今放り込まれたばかりの西洋封筒を取り上げた彼女はちょいと首をかしげて裏と表とを見比べながら封を切ったが 読んでいくうちに彼女の潜めた眉は次第に開いてやがて息を大きく弾ませて目は歓喜に輝いていたちょっとおじいさんどうやら退屈をしないで済みそうだわよこんなすてきな手紙が来たわよ富山老人は苦い顔をして手紙を受け取った手紙には次のように書かれていた 冒険好きの江川乱子さん私は日頃からあなたの生き生きした瞳に憧れているものですあなたが本当に冒険好きで本当に生臭い血が好きなら私と付き合って決して失望しないでしょう交際の手始めに今夜10時いつかアダムス四郎と相引きせられた偉人屋敷においでくださいませんかしかし あなた以外のどなたもお連れにならないようにもしあなたが一人で来るのが怖いのならあなたは私にとって他人であり初めから友達にならない方がいいと思いますでは心からお待ちしています「あざみの花より」第四作者「大下うだる」 太失踪じゃあ俺が手出しさえしなけりゃいいって言うんだねまあ,あそうよホんトは来てくれない方が面白いんだけれどあんただって行かずにはいられまいしいいかきっとだぞきっと手出しをしてはダメなんだぞもし手出しをしたとしたらどうするんだそうさ もしあんたが手出しなんかしたもんならあたいもう決してあんたの言う通りになんかなってやらないしそれに知ってることを何でもかんでもしゃべり散らしてしまうんだほらあのアヘンを密輸入したことだってあれだけでもあんた困るじゃないかアヘンのことなどは証拠さえなくしておけば大丈夫だよあんたが証拠をなくしといたって 大阪のあんたの息子さんがやっている薬屋へ行けばきっとアヘンが隠してあるあたい何でもかんでも知ってんだからいいかとにかくあんたは手出しをしないっていう約束をしうんじゃあ約束するきっとだぞさあ原盤にちゃにちゃと油の浮いた富山老人の顔にかじりついたまま 蘭子は老人の指をつかまえてげんまんをするとピュッと足をふって床へ飛び降りたそうして口笛を吹きながら家を出た無論彼女はさっき受け取った不思議な手紙にぞくぞくするほどの好奇心をより動かされてこれから例の偉人屋敷へ行くつもりなのである手紙には差出人の名前はあざみの花としか書いていなかった だからそれが誰であるかということがはっきり分かってはいないにしても全然見当のつかないというほどではなかったあなたが本当に冒険好きで本当に生臭い血が好きなら私と付き合って決して失望しないでしょうそういう手紙の文句からしてみてもその男が一風変わった悪党であることに違いはなかった 噂にも高いあの美男の若い僧であるかそれとも水中ガネの城山正吾であるかいずれにしても出向いて行きさえすればたんまりと面白い目に会えそうであった富山老人の方では蘭子からその手紙を見せられるとこれもやはり多分に好奇心を動かされた様子で一緒に偉人屋敷へ行こうと言い出したのを蘭子はにべもなくはねつけた。そうして それでもどうしても行きたいというのなら自分とは別々に向こうへ行ってどこかとの隙間からでも自分とその疑問の男とが合っているありさまを除くがいいという許可を与えたたとえどんなことになろうとも老人は決してその場へ顔を出さないそういう約束を済ました後そこでいそいそとして家を出かけたのだった 手紙に指定してああった時時間は10時である。がそんなわけで出かける前に老人を納得させるのに暇をとって蘭子が偉人屋敷への小高い丘を半分ほども登った時檻からの月明かりに腕時計を透かしてみるともう10分余り10時を過ぎている蘭子はやや焦り気味な歩調で坂を登っていったのだが途中でふと妙な気持ちがした 近頃はつい忘れるともなく忘れていたが夏の海水浴が盛んであった頃は時々同じ感じを味わったことがある誰かにそっと覗き込まれているあの暗い視線を感じたのだったああきっとあの人なんだ振り向いてみると果たしてそうである城山正吾が、 いつの間にどこから後をつけてきたのか自分のすぐ後ろに佇んでいるのであったまあ、あ山さん、んやっっぱりあなただっただだわ。ずいぶんしばらく。言うと城山正吾の方でもちょっと軽く会釈し,してそれから妙にオズオズと言い出した実は僕あなたに聞いたらと思って今夜はあなたがお出かけになるのを待っていたんです。 あなた僕のうちの妙子のことを知っていませんか妙子さんってほらいつかあなたがモダンサロメの活人画をやった時に僕と一緒に行っていて気を失った女があるでしょうあれが僕のいとこの妙子なんですそうそれでその妙子さんがどうかなすって今朝から姿が見えないんです夕べ寝るときには いつもと同じにあてがわれている自分の寝室へ行って寝たんですがそれが今朝になってみると屋敷のどこを探してみてもいないんです屋敷ってのはあそこに見えるあれですがね正吾が振り向くようにして指さしたのはいつも蘭子が見慣れている谷一つ向こうの屋敷であるでも私そんなことちっとも知りませんのよ ランコは真実知らなかったのでそう答えた今朝からというと昨夜のうちにどこかへ行かれたっていうわけですわねそうなんです自分で屋敷を抜け出したのかそれとも誰かが来て妙子を連れ出していったのかその辺はよくわかりませんあなたが知らないとすればどうでしょうあなたの旦那さんの富山さんに心当たりはないでしょうか そうねえ城山省吾がそんなことをなぜ蘭子に向かって聞いたのかようやく訳が分かってきた正吾は行方不明になった妙子が富山老人の手でどうかされたものと思っているらしい詳しい事情はわからないながらもこれまでに例のあざみの花のことを正吾が同じ蘭子に向かって尋ねたこともあるのだったしそこにどう言うか 秘密が潜んでいることは確かであるうちのおじいさん昨夜は12時頃まであたしと話し込んでいてそれから豚のように眠ってしまったのよあたしだってよく眠ってしまっていて知らないんだけれどおじいさんの方にも別に変わったことなんかなかったと思うわ本当ですか本当よ正午は正午でまだ何か聞きたいことがあったのであろうし ランコもそれは同じであったが不思議にもそれっきり二人は黙り込んでしまいそのまま丘を上りかけたじゃああままたえ今夜は僕用事があるからこれで失敬します例の偉人屋敷がもうすぐそこというところまで来ると正吾は急にこんなことを言って引っ返していくあらあら 城山さんあんたあの手紙をくれたのはあなたじゃなくって。なんですって？手紙ですよ。ほら今夜ここで会いたいという。いいえ、僕、そんな手紙のことなんか知りません。じゃあ湿気？驚いたことには蘭子がそう言ってまで引き留めてみても、正午はすたすたとお丘を下っていくのであった。 腕時計がこの時はもう10時20分蘭子はちょっと当てが外れたような気持ちでもってじっとそこに佇んでいるとその時不意に肩を叩かれたずいぶん待たせたものでですすね。僕僕よ。僕が手紙を出したんですよ。黒のソフトに上品なタキシードを着込んだ青年が 白い手袋をはめた手にステッキを持ちそれを月光の中でくるくると回しながらそう言って蘭子に呼びかけたのだった犠牲者の首青年は世にも美しい要望の持ち主である月光に照らし出された彼の顔には 左の目尻の辺りに一寸余り何かの刀傷みたいな傷跡のついているのが見えたけれどその傷口が彼の美しさをひときわ引き立てていたくらいである青年の物のに動じないじーンとするような瞳で見つめられるとさすがの蘭子がなぜかは知らずブルッと身震いしてしまったまもなく二人は10年前からの恋人のように腕を組んで 真っ暗な偉人屋敷の中へ入っていく恋か偶然か青年が蘭子を連れて行ったのはかつてそこで恐ろしい殺人事業の行われた部屋であった青年のポケットから取り出されたろうそくに火がつくと青年は前から用意しておいたのであろう部屋の隅から椅子を持ち出してきてそれに蘭子をかけさせた「どうしたんです?」 え、蘭子さんあなた今夜は借りてきた猫のようにおとなしいじゃありませんかだって私どうかしたんですか私ねなんだかぼーっとしちまってあんたのすることとても気に入って仕方がないのよ事実蘭子はこの青年が好きで好きでたまらなくなっていたのである青年はいつの間にか ランコの腕を自分の方へ引き寄せて指を一本一本面白そうにもてあそんでいたのであったがその時蘭子は青年の着ている服のボタンなにあざみの花がさし込まれてあるのに気がついたまあ、蘭子、ね、はそれを見つめながらけげんそうに言ったこのお花にはね 私これまで方うでお目にかかっているわうちのおじいさんに聞いてみてもおじいさんはなかなか説明してくれないし一体この花にはどういう意味があるんですの花の意味を知らないんですかええ知らないわあんたのよこしてくれた手紙になってやっぱりこの花が書いてあったわねあんたはひょっとして孔子病がはやっていた時に ほうぼうでんにななっていいた坊さんじゃないか。青年は切れ長なが目をわずかに微笑させただけでそうだともそうでないとも答えなかったそしてただ次のように言った「このお花のことはねあとになってきっと分かりますよ」「それよりか蘭子さんせっかくここまで来ているんですから一つ面白いことをして遊びましょうか」 遊ぶことなら私大好きなのだけどどんなことをして遊ぶのよきっとあなたの気に入る遊びなんですまあちょっとの間待っていてください青年がついと席を立って部屋を出ていき蘭子が一人っきりでそこに待っていると部屋の外からは間もなく45人の足音が聞こえてきたおっとっとそっちへ曲げちゃ足が出ない 右へ頭を振ってくれ。れよし、ここでいいか。どらうんはばかりもなく口々にこんなことをわめきながら何かかさばったものを運んでくる気配であったがやがて持ち込まれてきたのは見上げるばかりに背の高い太い木の柱で組んだ得体の知れぬ品物であった。 運んできた男たちはみんな黒い覆面をしているその男たちが運んできたものを部屋の中央に据えつけてしまうと青年は半分は男たちに向かって半分は蘭子に向かってのようにしていったさあこれでよし見ているうちにはだんだん理由が分かってくるお前たちは向こうへ行って例のやつを引っ張ってこい 男たちのうち2人が一旦そこを立ち去っていったがじきに引き返してきて黒い布で頭から爪の先までをすっぽりと覆った奇妙な人間を連れてきた男だか女だかわからないその人間をみんなしてさっきの木で組んだ枠の下へ引きずっていってひざまずかせると青年は蘭子の方を振り向いて静かに笑った ランコさん、さあ今度はいよいよあなたの出る番ですよあたしの番ってどんなことをすればいいんですのいつでしたかねあなたはやはりこの偉人屋敷へ来て素敵に面白いことをして遊んでいたじゃないですかほらあの講師台遊びっていうやつですよ青年の声が今までとはまるで打って変わって 非常に冷たい皮肉を帯びた調子になっていたせいか蘭子は思わずぞくりとしたそうしてそのぞくりとしているうちにもこれから途方もなく変わったものを見られるという気持ちがして胸がドキドキと踊ってきた隠すもんじゃありませんよ蘭子さんあなたがねその時にどんなふうにして綱を引いたかまた あなたのところのおじいさんがどんなことを言っていたか僕はみんな知っているんですそれで今夜はあなたにうってつけの役を一つしてもらいたいと思ってこんなふうに筋を立てといたんですこの木で組んだ枠のようなものを、あなたは何だか知っていますかいいえ知らないわというかわりにランコはかすかに首を横へ振った これはね、僕が間に合わせにこしらえたギロチンです。ご覧なさい。上にはちゃんとおもしのついた刃がつってあるし、その刃を首の上へ落とす仕掛けもできています。そういえばあんたは、モダンサロメの活人画をやったこともありましたね。ええ、うん、ずっと前に。ずっと前と言っても、 ついこの間の夏ですよ僕もあの時にはそっとあなたの活人画を見ていたのですがなかなかすばらしい出来栄えでした今日は一つこのギロチンを使ってもう一度あれのまねをしてもらいたいのですよふと蘭子は富山老人のことを思い出した老人は例の約束をしたあとできっとこの偉人屋敷へ来たに違いない 来ているとすれば、どこからか今自分がこうして好きな青年と妙な話をしているのをそっと覗いているのだろうけどああそれにしてもモダンサロメをもう一度やれというのはひょっとしてあの時と同じ相手役を押しつけるつもりなのではあるまいかあの時の相手役は富山老人だった豚のように声太った富山老人の首を 自分が銀の盆にのにっっっけて踊ったのだっただ「今ここにいるこの黒衣に包まれた疑問の人間はそうだきっとそうだあの太っちょのおじいさんなのだこれから首をはねられる人間がもし富山老人であったとしたところで不思議にも蘭子はそうした富山老人をあわれむ気持ちが少しも湧いてこなかった」。 どうしてだかかわらない。むしろ残忍な興味が急に湧いてきたくらいだったあの時は手品みたいなものだったけれど今度こそは本当なのだ脂肪の塊みたいな老人の首をあの小気味よく光っている刀で切り落としてポーンポーンと足で蹴ってみたらどんなだろうあのおじいさん 目を向いて怒るどころか嬉しそうなゲラゲラ笑いをするかもしれないああ私よくあんたの言うことが分かったわよあんたはあたしにギロチンの綱を引っ張るって言うんだわねそうその通りですよいいわやるわだけどその前にあんた この人が誰だか教えてくれない教えてもいいですしかしあとでその顔を見た方が面白いですよそれもそうかもしれない蘭子はそう思って素直にギロチンのそばへ立った男たちは哀れな犠牲者の首をつかまえてぐっと前へ引き出した「猿靴はでもはめてあるのだろう」 犠牲者はどんなに手荒なことをされても喉の奥でかすかにうめくような声を立てるだけであるさあよかろう青年は言ったこれでとにかくこないだ首を絞められた石返しだけはできるのだ蘭子さん思い切って一つやってくださいよロチンの柱には、 細引きがが本垂ら下がっている。蘭子はさすがにちょっと躊躇したけれどじきにその細引きの端を手に取ったそうして息を詰めて下へ引いた細引きの先が柱の上で吊るした刃物を支えている突起をくるりと回してと思う間にスーッと滑って落ちてくる。 バタ何かの動物が罠にかかった時のようなまたは濡れ手ぬぐいで壁をひっぱたいたような音だった音が立つと一緒に蘭子の目の前へゴロリと転がり出た首はその拍子に顔を包んでいた黒い布がはらりとほぐれて期待に笑ったような顔を上に向けた蘭子には最初のうち それが誰の顔であるかわからない腰をかがめてじっとそれをのぞき込んでいてそのうちに言い知れない恐怖を顔一面にみなぎらして後ろに立っている青年の方を振り向いた切り落とされた首の目鼻立ちは果たして富山老人のそれであった厚ぼったい いつもぬめぬめとぬれているような唇と膨らんだ両方の間にあぐらをかいた丸い鼻と少なくとも富山老人そのままの顔であったがその首にはいつも蘭子が見慣れているあの老人らしいところが少しもなかったいつもはツルツルになっているはずの頭には毛があるし額や頬や 顎の皮膚が男盛りのように張り切っていた富山老人と同じようであってしかしそれよりももっともっと年の若い蘭子が初めて見る男の顔であったのだったデンモンの秘密。白山正吾が陰気な自分の屋敷へ帰ってきたのは その晩の12時近くのことであろうか父親の伝右衛門はその間正午の帰宅をじっと待っていたらしく裏木戸のくぐり戸がギーッと行って鳴るとすぐに縁側まで来て出迎えた正午かどうだったダメでしたまだ見当がつきませんこちらへは妙子さんはまだ帰ってきてませんかまだだ まあこっちへお入りさながら自分の家の者たちにさえ気兼ねするように2人は物音を忍ばせて奥の前へ通った正午は一日の捜査に疲れたのであろう青い顔をして目を深く落ちくぼませている蘭子っていう女がおりますねあの女にもちょっとあったんですけれどあの女は本当に何も知らないらしいんです 親父の方はどうだった。あいつにはまさか直接にぶつかって聞いてみるわけにもいかないので蘭子に会った後ですぐとやつの家の方へ行き今まで様子をうかがっていたんです家にいたかあいつはそれがですほとんど2時間余りも見ていたんですけれどいるかいないのかちっともわけが分かりませんし因ん,んとしていて まるで空き家のように静かなのです一度柿を乗り越して行ってきましたが戸締まりがとても厳重なのでどうにもなりません2二人は死因として押しだまったそしてしばらくしてから伝令ン,ンが言った「何しろ今度のことはそう早速に肩はつくまい明日はわしも一緒に心当たりの方面を探してみるが」 くせずにやってみてみれあいつらが妙子を誘拐していったものとすればあいつらにはあいつらだけの考えがあってしたことなのだわしは今までのところやつらの要求を一度も入れてやったことがないそれだからやつらはどうしても要求を入れないのならいよいよ最後の手段に訴えるぞ という脅しの意味で妙子を連れて行ってしまったのだいずれはやつらの方から要求さえ入れれば妙子の身柄を引き渡すとか何とかそんなことを言ってくるだろうしそれまではとにかく妙子を殺してしまうようなこともあるまいそれは無論私だってそう思っているんですけれどしかし漫然として向こうから何か言ってくるまで待ってもいられません。 命には別状ないとしても妙子さんの身の上にそれよりもっと悪いことが起こったらどうしますうんそれを言われるとわしだっていても立ってもいられなくなるのだ一体にわしが悪かったあの時決心したようにあの月いっぱいでここを引き払ってしまいさえすればまさかこんなことにはならなかったのだ 弱みを見せるのも弱だったし、逆に向こうの正体をあわいてやりたいなどとも考えて、ついべんべんとしてここに居続けてしまったのだが。デンゲモンは愚痴っぽく言って顔を伏せてしまう。ショウゴがきっと思い返したようにして父親の顔を覗いた。しかしお父さん、私たちは今さら何を言ったって仕方がないんです。 それよりかどうですもうこうなってしまったからにはどうしても我々の手ばかりでは心細いし警察の手を借りてみませんか警察へかデンゲモンはがく然としたように顔を上げてそのことはむろんわしも考えんじゃないけれどもわしとしてはそれがなかなかつらいのだ昔のことを いろいろとねほりはほり話さにゃならぬし、そうするとわしの過去が世間に知れて、今の社会上の対面も損なわれる。お前にだってまだ何も話してはなかったな。お聞きしてありません。いつかはお話し,していただこうかと思っていました。どうでしょう、この際のことでもあるし、せめて私だけには話してもらえませんか。 奴らがお父さんを脅迫しているそれにはそのお父さんの過去というのがきっと関係しているのでしょうねそれはそうだやつらは今でこそああしてあざみの花が一輪だけ書いてある手紙をよこすが最初は「要求を入れなければお前の過去を暴いてしまうぞ」そう言って手紙をよこしたものだ。 奴らはわしが近いうちに貴族院議員などになれるのだということを知っているしそれやこれやで過去のことをお種にして多額の金を巻き上げようとしているのだお父さんの過去が相当波乱を極めたものだってことは僕だってよく知っていますしかしどういう点でお父さんが弱点を握られているのかそれが私などにも分かりさえすれば 今後の方針の上できっと役に立つことがあると思うんですがお前にだけ打ち明けろというのかええなるべくならデンゲムンはじっと思案していたそしてほっと深いため息をした仕方がない他人ならともかく 自分の子供であるお前に向かってはなおさら話しにくいことだけれど妙子のことも心配だしそうだ恥を忍んで聞いてもらおうわしはな若い頃実にほうとう無残な生活をしておったそしてその恥ずかしい生活のことはともかくとしてももっと ともっと悪いことには人殺しまでやってのけたえ人殺しうん誰だってこれを聞いたら驚くだろうわしはなそのころある女に騙されていてその女のことからして女と女の亭主とを殺したのだ 殺された男と女との間には赤ん坊が一人あってわしがそうした恐ろしいことをやった時その赤ん坊は母親の傷口から流れ出る血を嬉しそうにして吸ったものだわしは今でもその時の恐ろしい光景をまざまざと覚えているくらいなのだ事件は 犯人不明ということになったまま今年でもう16年目になっているがわしとしては一時でもそれを忘れることはないその赤ん坊は後になってどこかの局場団へ入ったらしいということも聞いていたし母親に似て非常に美しい女になったとも聞いたその女が ひょっとしてわしの過去を探り出すのではないかその女でなくとも他の誰かがあの時に自分の恐ろしい所業を見ていたのではないかとそんなことばかり心配していたその心配がいつの間にか事実となって近頃はああしてあざみの花の脅迫状が来る 聞いてくれ。その16年前にわしが犯した罪号には詳しく言って次のような理由があったのだ伝右衛門は何か物に取りつかれたような調子で熱心に過去を語り始めたそうして省吾は脇目も振らずに聞き入っていたこの時城山家の床下へ 一人の男がごそごそと音を立ててはいこんできたのを伝右衛門も祥吾もおそらく知らずにいたことであろうこの男は顔をすっぽりとかぶった釜形の帽子で隠していたそしてじきに伝右衛門親子の話し込んでいる居間の下へやってきた祥吾同様男はいつまでもいつまでも耳を澄まして上の会話を いいっしうできとろ芦屋村の海岸を最初は一人の奇妙な男が歩いていた体格好はスラリとしていて顔も色白な未成年であるが服の着こなしはどことなくだらけていて 秋とはいえ日差しが相当強いのに帽子もかぶらずあっちへふらふらこっちへふらふらしかも絶えずゲラゲラ笑いながら歩いていくどうかした拍子にふっと立ち止まったところを見ると彼はこんな時に何か一生懸命に考えている様子でかと思うとそのうちには突然空へ両手を伸ばして何かを手繰り下ろすような格好をしてみせたりあるいは わけもわからない叫び声を上げて走り出す言うまでもなくこれは蘭子の常人アダムス四郎の慣れの果てなのだったアダムスシロ郎はかつて神戸元町の交番で保護を加えられて以来ずっと警察に抑留されているはずであったその彼がどうしてこんなところへ姿を現したかその理由は やがてアダムス四郎が海岸の砂浜をだんだんに向こうの方へ遠のいていった時ブラリブラリこれもやはり非常にのんきそうな顔をして姿を現した堀川刑事の顔を見ればすぐにわかる堀川刑事はいつものとおりの私服姿で一見したところは普通の人が何気なく海岸へ散歩にやってきたようなふうをしていたがその視線だけは。 絶えずアダムス・シロウの後を追いかけていたシロウが走れば刑事も走ったしシロウが立ち止まれば刑事も立ち止まったはじめアダムス・シロウが本所へ連れて行かれた時そこに居合わせた小坂博士の言によってこれは何かしら重大な犯罪の隠されていることを知った亀田警部補はその後熱心に事件の調査をしていた。そうして一方では、 アダムス四郎がどうやら命だけは取り留めたのを幸い彼を釈放してひそかに尾行をつけてみた尾行の任に当たったのが堀川刑事である気が狂ってはいるけれども四郎の挙動を監視しているうちには何かしらきっと手繰り出せるという考えなので今日はそうした尾行が始まってからもう2日目に当たっているのであったどうも。 こんな海岸ばかし歩いていてては仕方がないなやつがあっちにある偉人屋敷の方にでも行ってくれればきっと何か面白いことがあるんだがアダムス四郎が向こうの砂丘を折りかけ腰から下が半分ばかり見えなくなった時である刑事はふっとこんなような独り言を漏らしそれからやや急ぎ足に砂丘へ近づいていこうとして不意に誰かがバタバタとかけてくる足音を聞いた 振り向いてみると背の小さい小柄な顔色の悪い男である島の着物にセルの前掛けといういでたちでどこかの番頭らしい男である「もしもし大変ですまっとく流れ」男は言ったそしてあえぎあえぎ堀川刑事に追いついたどうしたんだね今な 向こうに人殺しがあったんや。人殺しだってわしんところはな、神戸に店があるんやで、今日は駆け取りに来よっただす。ところが、その掛け取りに来た家が戸が閉まっていて、いくら読んでも返事がないんや。その隙間から覗いてみると、血がさんに流れていて、人がうんうんなうっているやないか。 近所に家はないしこっちかけてみるとあんたがいたんだす気の毒やけどあんた一緒に行ってくれるやろうか行くも行かないもない刑事は踊り上がるようにして叫んだ行こうどっちだすぐ連れて行ってくれたまえこっちですあそこの森の向こうにある赤瓦ぶきの一軒家だす森というのは そこから一日を向こうにあある松のの木林なのである。男はそう言ってからたちまち森をめがけて走り出したが刑事の方も同じように走りながらその時ふっと気になってアダムス四郎の方を振り向いた砂丘の向こうは一っ子一人いずアダムス四郎の姿も見えない「見失ってしまうようなことになると困るな。まあいい。 それより先にこっちへ行け。ちょっと考えている時間があったのでその間に今の男はだいぶ向こうへ遠ざかっている刑事は砂を蹴立ててそちらへ走っていったがようやくにして松林の入り口まで達するとその時期待にも男の姿を見失ってしまったおーいおーいおーい おーい呼んでみたが林の中は眠っているようにしんいんとしていて今の男は返事さえしない見るとなるほど林の向こうのはずれには赤瓦ぶきのこじんまりした家があってそこが事件の起こった家なのであろうか刑事は男がすでにもうその家へ走りついていることと思ったので林の中を突っ切って にその家の裏口まで駆けつけたが行ってみてひょっと変な気持ちがしてしまったそこは実にのどかな景色なのである柿の根っこには犬が一匹腹ばいになっているし向こうでは鳥が餌をあさっている若い美しい細君風の女が張り物の板を塀に立てかけせっせと張り物をしているではないか おかしいなあ森の向こうの一軒家といえばどうもこの家より他はないらしいが刑事は目を上げて辺りを見回したそうして思い切って聞いてみた「もしもしあのあなたのところで何か変わったことがあったのじゃなかったですか?」。張り物をしている崔く君は突然の刑事の言葉でもあって何が何だかわからなかったらしい。 と言ったままじっとこっちを眺めている「家いいね」と刑事は言い直した今確かここのお宅だと思うんですけれどお宅に人殺しがあったからって知らせてくれた人があったんですこう言っても崔く君はきょとんとしているおりから好人物らしい五っこうの老人がその家の縁側へ出てきた なんですって、人殺しがここの家にやったんですってええそそうです誰がそんなことを言っていましたいやそれがその妙な番頭風の男なんですが海岸にいた私のところへかけてきてお宅に人殺しがあったからって言ったんです変なことを言ったものですねえ 何かのお間違いじゃありませんか。ここには何も変わったことなんかありゃしません。なんなら家の中を見せてもよろしいが。しかし、あなたはいったいどういう人です。老人のそう言っている態度には微塵も怪しいところはない。かえってこちらの風情を怪しむ様子でじろじろと刑事に目を注いでいる。 はじめて刑事の頭の中へは一杯はめられたのだという気持ちが湧いてきた番頭風の男が姿を消したことといいこの家ののどかな様子といいどこかに甚はだ,はだしく食い違ったものがあるのである刑事はとりあえず自分の身分を打ち明けたそして家の中を見せてもらった聞いてみるとその家の主人というのは 神戸の専売局に勤めてて、いる技師であって今はそちらへ行っているが夕方になれば必ず帰ってくるし第一朝から今までに何一つ変わったことはないというのであった一体これはどうしたということなんでしょう老人は不審そうにして刑事の顔を見るさあ 刑事は必然的にアダムス四郎のことが気になり始めて胸の中が引っかかれるほどイライラしていたそしてあたふたといとまを告げてそこを出た最初に番頭風の男に呼びかけられてから刑事が海岸へ引っ返してくるまでにはたっぷり20分はかかっている刑事は息を切らしてさっきアダムス四郎が姿を消した砂丘までかけていったそして 砂丘の上から下の波打ち際まで続く平らな砂浜を眺めた時「しまった!」と大きく叫んだ砂丘がダラダラと崩れ落ちた足元のところにアダムスロ郎は仰向けになって倒れていたそうしてその胸からはシンクな血の泉が噴き出して服をべっとりと濡らしていた 〈その顔に秋の日差しをいっぱいに浴びたアダムス四郎は何かの刃物で胸を刺されてもう全く事切れていたのであった〉〈神戸の本所から社長以下亀田警部補その他係官及び地方裁判所からの判件時一行が到着した時には芦屋村の海岸はこの夏以来久しぶりでにぎわいを見せていた〉 噂がどういういいにしてて伝わっていったのか、そこには海岸一帯に居住している人々や少し離れた漁師町からの人々がうざうざと集まってきていたのである係官たちはその群衆を静止静止しきりと現場検証を行ったのであるがその時群衆の中に立ちまじって一人の非常に美しい顔をしたしかし左の目尻に妙な傷はと思った青年が これも同じく非常に美しい顔をした少年と2人でひそひそ声で話し合っていたねえらんちゃん君はやはりそうした格好をしてきてよかったね本当だわ少年は阿弥陀にかぶった帽子のひさしを一層深く引き下ろしながら答えたこうしてりゃ大抵誰だって気づきゃしないわしかし 郎を死なしたのはちょっとかわいそうに思うだろうええそりゃね思わないこともないけれどどうせ気が狂っていたんだもの気が狂っていたっていつかは正気に立ち戻るよその正気に立ち戻った時に四郎が何かしゃべりはしまいかというので結局殺されてしまったのさ少年はうなずきながら 警官たちが固まって何かしている方へ目を向けたが途端にぎゅっと青年の腕にしがみついたいいるるわよ、おびえ,ほらほらえたような少年の視線の向こうには23人ガヤガヤと話し込んでいる漁師たちの言葉に耳を傾けて 同じく漁師風の淳を着た男が立っていたその男はくちゃくちゃに汚れた帽子をかぶっていたし顔の色も非常に日に焼けていてどすぐろかったしちょっと見ではまるっきり別人のように見えたけれど明らかに例の富山老人であった第五作者夢の旧作 悪魔以上神戸海岸通りのとある横丁に不況以来閉鎖されたままのビルディングと貿易商会の土壇張りの倉庫が並んでいるどちらも素敵な大建築でコンクリートの灰色とタール塗りの真っ暗な巨体が重なり合って灰色の空高くガランガランとそびえている有様はさながらに 神戸海岸通りの不景気を代表しているかのようであるその2つの建物の間には必然的に細長い横路地ができているがちょうど午後の日差しに照らされた街路樹の影になっているので入り口のところにある赤いポストに用があってきた人でも特別に気をつけて見回さないと目に留まらないくらい狭くて暗かったおまけにおびただしい縄の切れ端だの 釘だらけの板切れなのがずっと奥の方まで堆積していてとても向こうへ通り抜けられそうに見えなかったが間もなくその前を通りかかった2個の人影のうちで勝者なタキシードを着込んだ青年はポストに何か白い紙を入れるふりをしながらそこいらを素早く見回したそうして人通りの絶えたのを見過ますと後からついてきた背広服に鳥打ち棒の少年の腕をぐっとつかんだ その横路地の入り口に散らばっているジメジメした縄の堆積の中へ押しげもなくエナメル靴の片足を踏み込んだ危なないいよよ気ををつけないと釘を踏むよ身を斜めにした2人はその横路地を小走りに走り抜けてまたもがらんとした建物と建物の間の空き地に出た。ここまで来ると 後から手を引かれてきた少年はやっと落ち着いたらしく乾燥したゴミクタの周期を腹いっぱいに吸い込みながらおずおずと前後を見回したそれから長い震えたため息をシーシー赤いハンカチを取り出して汗を拭いたその間にポケットから鍵束を取り出したタキシードの青年はすぐ右手にある アパートの非常口かと思われる赤さびた大きなドアをガチャガチャと揺すぶり開いたそしていま一度左右を見回すと建物の間から見える細長い青空を仰いで何かしら震えわらないている少年の手を取りながら引きずるようにしてドアの内側へ消え込んだと間もなく 内側から重たい掛け金をかける音がしんかんとした建物の間に反響したさあ蘭子さんここまで来ればもう大丈夫ですウははは、<laughs> <laughs> もうご機嫌は治りましたかははは、ハ <laughs> <laughs> 今日はどうなすったんですいつものあなたにも似合わないじゃありませんかあの富山老人が どうしてそんなに怖いのですかこう言いかけたタキシードの青年の態度には驚くべき変化が現れていたつい今さっきまで見せていた不良少年らしいにやけた風つきはこの空き家に入って光線の通らぬ廊下や地下室の階段らしいところをいくつもいくつも手探りで通り抜けていくうちに跡形もなく暗闇の中へ吸い取られてしまったかのように思いもかけぬ上品だ。 つんとした威厳を示しつつ蘭子の前に立ち現れたのであった外を歩いている時のように帽子をきちんとかぶってステッキの頭に両手をのせて贅沢なチークの彫刻椅子に正座した姿はどう見ても家来に対する家族の若さまの態度としか見えない同時にそのテキパキと改まった色気のない切り工場の切れ目切れ目ごとに あたかも相手を長老するるような微笑さえ含まれているのであったしかしタキシードの青年自身はそうした態度の変化をちっとも気にかけていないらしかったあたかも自分の家に帰った男が遠慮なく自分の正体を表すように「これが当たり前だ」という風つきで傍らのマホガニーの机の上から焦げ茶色の液体をなみなみとたたえたグラスを取り上げると 目の前の羽布団から顔だけ出している少年姿の蘭子の口元に近づけるのであった蘭子は思いもかけずよそよそしくなった青年の態度にちょっとびっくりしたらしかったしばらくの間相手の顔をまじまじと見上げていたがやがて思い切って目をつぶると青年の捧げる褐色の液体を一息にグーッと飲み干した。 同時にいくらか元気が出たらしくまだかぶったままにしていた派手な島の鳥打ち帽を弱々しく押し上げて借りたての断髪を表しつつ第一流のホテルにも負けないであろう室内の装飾を不思議そうに見回したそれから天井に整列した切迫の郵り打ち輪にギラギラと反射するロココ式のシャンデリアをじーっと見つめているうちにまたも眩しいうつろな瞳を 美しい青年の顔に落としたしたかし蘭子は一言も口を聞こうとしなかった青年の質問に答えようともしなかったただ青年の顔と自分の顔との中間にある空気をぼんやりと見つめているきりであった蘭子の目の前にはたった今凝視したまぶしいシャンデリアの光明が青黒いネガティブの幻影になって いくつもいくつも重なり合いつつ揺らめいていたその間からいろいろのポーズをして次から次へと現れて消えてゆく富山老人の顔を蘭子は一心に見つめているのであったたぬき寝入りをしながらそーっと目を開けている死亡光の薄笑い真夏の海岸の日傘の下で うつらうつらと居眠りをする豚のような横顔真夜中にそーっと出かけて夜露に濡れて帰ってくる青ざめた悪党面人間を絞め殺して得意になりながら乱鼓を抱き寄せる油ぎった笑い顔あざみの手紙を受け取る苦々ががしい口つき死体を取り巻く群衆の後ろから覗いている その薄黒いぼんやりした表情そんな幻影を見据えると蘭子はまたもや水を浴びせられたようにぞーっとして思わずごっくりと生つばを飲み込んだ蘭子は今日という今日までこんなふうなたまらない気持ちを経験したことは一度もなかったまして毎日のようにおもちゃにしている富山老人を怖いと思ったことなどは 夢にもありえるはずがなかった。もっともそれは彼女が富山老人の傍らにいるようになってから次から次へと描き出され始めた気味の悪いまたは恐ろしい出来事の数々に彼女の持ち前の変態的な興味を後から後から釣り出されてきたせいかもしれないけれども要するにそれは蘭子の美貌を取り巻く人たちが 特に蘭子のために書き出してくれた美しい悪夢の数々に過ぎないと言えば言えるのであったしかし今日という今日蘭子が芦ア屋ア海岸で見せつけられた夢はそんなのとまるで性質が違っていた今まで蘭子が見続けてきた悪夢の一切合切をどん底から呼び覚まして一時に現実に返してしまうほどの 悪夢中の悪夢にそういなかったそれはまだ真夏のほとぼりを残す砂原を果てしもなくギラギラと照らす白日のもとであったそのまぶしい砂の斜面に横たえられた透き通るほど青白い国際寺の死体であったその死体の胸からダラダラボタボタと行固しいしー流れしたる血潮であった キキラキラ光る警官のサーベルであったその周りを取り巻く人の群れであったそうしてそんな群衆の恐怖のために緊張しきった色彩と陰影の後ろから薄ぼんやりした窓抜けた表情を覗かせているくしゃくしゃの中折れ棒であったその下のきょとんとした目であったテラテラ光る鼻であった だらりと垂れ開いた薄桃色の唇であったそれを見つけると同時に蘭子は思わず心の底から身震いをさせられたのであったカンカン照る太陽の下に突然に氷の塊に閉じ込められたようにそれはなぜなのか蘭子自身にもわからなかった 富山老人の性格が表と裏と違っているぐらいのことは既に今日までの経験で蘭子自身にも分かりすぎるくらい分かっていたはずなのにのみならずあまりに余った脂肪がたるんだ皮膚の下でゆらゆらよたよたして人並みに歩くこともできないらしく見えるいじらしい好人物の老人が裏面では驚くべき仕事のスピードを発揮している。 想像も及ばぬ残忍非道ぶりを暴露して何者かと勇敢に戦いつつあるということは犯罪好きの蘭子自身にとってこの上もない興味をそそる対象でさえあったのにその興味があの砂浜の群衆の中で漁師に変装した老人の黒い顔を発見すると同時に突然に断ち切られて無限の恐怖の中へ落ち込んでしまったのはなぜであろう。いつもならば、 こうした突然の恐怖に出っ加わすたんびに蘭子は言い知れぬ性的の興奮をさえ感じるくらいたまらない快感をそそられるはずなのに今日という今日はまたどうしたというのであろうしかし蘭子自身はそんなことを考える心の余裕すら持たなかった芦屋海岸からタキシードの青年に手を引かれてここまで逃げてくる間は 自分の変装を見破られはしまいかというような心配や目の前を移り変わっていくものに気を取られていたせいかしてちょっとの間紛れていたようではあったけれどもこのがらんとした空き家の中の贅沢なベッドのクッションの上に落ち着くと同時にまたも前よりも一層激しい旋律に捉えられてしまった本物よりもずっとはっきりしたずっと と恐ろしい幻影の数々を見つめつつたまらない恐怖に襲われなければならなかった蘭子のいっぱいに見開いた瞳の底には絶対に快感を伴わない旋律がチロチロと駆け回っているその唇は顎の色と一続きに真っ白くなり耳の付け根の近くには細かい鳥肌さえできていて ふくよかであった顔面筋肉がすっかりしなびきってしまっているあたかも病人が発熱前のお感染率を感じている時のように光沢を失った皮膚の下から小さな骸骨の形がありありと見えすきそうになっているその不思議な美しさ事実蘭子はもう奥歯をしっかりとかみしめながらとても抵抗できそうにない 叫びたくても叫ぶことのできない恐怖のために下顎をガタガタ言わせかけているのであったしかし相手の美青年はそうした蘭子の表情を見下ろしながらちっとも慌てた態度を見せなかった昨日までわずか23日の間にあらん限りの愛 v の手を尽くして心の限りを蘭子の胸に叩きつけた公職青年の姿はどこへやら あたかも患者を見舞いに来た医師かなんぞのように冷たいきちんとした態度を崩さないまま蘭子の顔を静止していま一度にっこりしてみせるのであったそれから左の目尻にこびりついている奇妙な格好の傷跡の周りには小さなしわを刻み寄せて静かに2つ3つうなずきつつ細巻きのシガーに火をつけるとこの青い煙の輪を 悠々とシャンデリアの横に吹き上げるのであったそれから私財らしいせ払いを一つすると最初の通りに取りすました皮肉とも真剣ともつかぬ丁寧な口調で滑らかにしゃべり出すのであった蘭子さんあなたはまだそんなに怖いのですかあの富山老人の姿がハハハハいや無理もありません 無理もないことですあなたはまだお若いのですから <laughs> それじゃあ何よりも先にあなたがかの富山老人をそんなに怖がっていられる理由を説明しましょうかねあなた自身にはお分かりにならないかもしれませんが僕にはちゃんと分かっているのですから僕はつい34年前まで 人間の悪魔的素質と性に関する研究のためにシナからインドへかけて歩き回っていたものですからいいですかランコさんランコさんいいですか少しお分かりにくいかもしれませんがあまり人の知らないことですからよく聞いていてくださいあなたの生涯のためになることですからいいですか これは現在の日本でも同じことですが世界中どこでも古い国々の宗教や芸術が行き詰まってくるとお決まりのように深刻な悪魔的な信仰と凶楽中心の芸術を一緒にした目まぐるしい文化が生まれてくるものなんですそうして間もなく目まぐるしく華やかに滅亡してしまうのです 現在、地の下から掘り出されつつあるイタリアやローマのことからもそうした遺跡がいろいろと現れて世界の学者たちを喜ばせているのですがそんな国々の中でもそうした研究が一番行き届いているのはなんといってもインドとシナなんん。でですすかか、らね。いいですかランコさん青年の声は次第次第に今までと違った魅力を表しつつ蘭子の耳に迫ってきた。 青空のように上品な音楽的な余韻とともに信じないではいられないような真剣さがカミソリの刃のように冷ややかに流れ始めたいいですか蘭子さんよく聞いてくださいよ僕は今でもそんな研究に一生を捧げる決心でいるものなんですよですから僕は45日前にあのアザミの花より と署名した誘いの手紙を差し上げて、あの荒れ果てた偉人屋敷でお目にかかる決心をするまでの間というもの、影になり日向になりしながら、あなたという女性を研究しつくしていたのです。あなたのその悪魔的に美しい情緒が、あの変態心理と死亡の塊の富山老人を相手として遊び戯れていくうちに、どんな風に目覚めつつ成長していくかを、 夜となく昼となく心を込めて観察していたのですそしてあらゆる方面からあなたを解剖し観察し研究し尽くした後にあなたこそ僕の研究の対象となりまたは生涯の遊び相手となりうる素質を持ったたった一人の女性だと勝手に決めてしまったのですですから僕は最初にあなたと顔を合わせると同時に 僕があなたに対して試みる直接研究の第一着手としてあのキロチン遊戯をおすすめしたのですあなたの悪魔的な美的生活に一転気を作るべく試みたのです言葉を変えて説明しますとあなたはあの富山老人のところで悪魔の真似方だけを見習って喜んでおられたのですなんだか物足りない思いをしながらも 仕方なししに満足しておられたのです。それを僕が本物の悪魔の世界に引っ張り込んでしまったのですあなたの手に血を塗ってしまったのです人殺しをしたことをあなたにはっきり意識してもらったのですところがあなたは今まで真似方だけで喜んでいられたあなたはいよいよ本当の人殺しをされる段になると 今までの何層倍も興奮してしまわれました。あの時のあなたのさえきった目の光と押さえつけられた声の余韻は何よりも雄弁にそのことを証拠立てていました。しかもあなたはその興奮を断ち切れるほど、全身に包みながら悪びれもしないでギロチンのなを引かれました。 そして自分が切り落とした人間の生首をさもさも面白いもののように冷静な態度で腰をかがめてのぞき込まれました本当の悪魔になりえる資格を十分十二分に見せられました同時にあなた自身が押さえつけられていた興奮のあらんかぎりを爆発させて僕の胸に飛びかかってこられることになりました 僕の第一回の実験は、こうして理想的に成功したのです。否、僕の理想以上に成功してしまったのです。ねそうでしょう、ランコさん。<laughs> けれども正直なところを言いますと、ランコさん、あなたはまだそれでも悪魔になりきれないところがあったのです。 普通の女性と同じようなところがあなたの中のどこかに残っていたに違いないのです残念でしょうが仕方がありません現在のあなたがそれを証拠立てておられるのですからどうにもしようがないのです怒ってはいけませんよ蘭子さん <laughs> いやーだいぶ血色を回復されましたね何もそんなに恥ずかしがることはありません あなたはまだ若いのの。ですもの <laughs> いや全くですよ蘭子さんあなたほどの若さであなたほどの素晴らしい体験を持っている人は世界中に担当いないのですからねけれども蘭子さんもう一度繰り返して言いますがあなたが今日までいろいろな悪魔らしいいたずらをしてこられたのはそれこそ本当に 単純なな意味のの悪ららしいいたたずに過ぎなかったのです実際のところを言いますとあなたをあんなふうに活躍させたのはあなたの中に潜み隠れている悪魔性そのものではなかったのですあなたを今日まで喜ばせ活躍させて悪魔らしい満足を得させたものはあなたの全身の血管を不断に緊張して踊り流れている とてもとても若々しい性の刺激にかなならなかったのです。それは全ての若い者を刺激していろいろなとっぴな冒険だの残忍ないたずらだのを無我夢中に実行させる燃え立つような性の鼓動作用と全然同じものだったのですがしかしあなたの心臓のそうした性的の鼓動作用は普通の若い女性のそれよりもはるかに強くて深いのです。 とても普通の性的刺激では満足できないほどに弾力が強くて鼓動が若々しいのですそれがあなたをそんなふうに悪魔的に活躍させたのですちょうど子供が生きたカエルやカニをいじめて面白がるように生きた人間をおもちゃにさせたのですつまるところ人間の悪魔性というものは そのののの人間の心臓の弾力に性比例すするものですからね <laughs> しかしあなたのそうした底知れぬほど緊張した性的の鼓動もとうとう虚勢される時期が来ました僕はあなたのそうした性的鼓動の緊張から一時でもいいからあなたを切り離してみたいそしてその後に当然現れるであろう反動的な性格を観察して あなたの悪魔的素質の深さを計算してみたいとかねてから考えておりましたので苦心惨憺の末あのギロチン遊戯を計画したのですそこであなたを本物の断頭台に直面させてほとんど絶頂と思われる程度にまで興奮されるのを見てとりあえず第一弾の成功を喜んだ僕はその後二日に家がかりであなたの興奮をどん底まで放散させたのち あなたを普通の女性と同等以下の性的冷却状態に置いた後にわざと断層を進めて性的の自己錯覚に陥れながらあの芦ア屋ア海岸に横たわるアダムス四郎の死体をお目にかけたのですしかし人間の血を見慣れておられるあなたにはあの死体は何らの探索にも値しませんでした明るい太陽のもとにさらし出された青年の死体は あなたの微笑にさえはああした死体が象徴している極端な性的刺激から普通の女性が必然的に受けるであろう特殊の恐怖心理だの戦慄的な不快感だのをちっとも受けられなかったのですのみならずついこの頃まであなたとは特別に親しい関係を持っていた人間の無残な死体を目の前に置きながらあなたは。 眉一つ動かかされなかったのです。そしてただ自分が女性であることをその刺激や思い出のおかげでほんの刹那的に自覚されたらしく鳥のののままさしを眉の上まで引き下げられただけのこ,とでしたこれはあなたが性的の刺激から切り離されても十分に悪魔的な残忍性を保有していられることを如実に証明しているわけで。 こうして第2弾の実験に成功した僕のあの時の愉快さといったらとても有頂天なものであったのですけれどもその次にあの性的刺激をみじんも含まない富山老人の黒っぽい変装姿を見られると同時にあなたは何の理由もない突然の恐怖を感じられましたあなたの全身の血管をめぐっている性的の興奮が極度に冷却しているために生じた 反動的な性格を普通人以上に強調しして書き表されましたランコさんいいですかあなたがあの時に感じられた現在も幾分感じておられるであろう恐怖心理は普通の女性が異性と共にした強楽によって虚勢されると間もなくたった今まで愛舞していたその異性の寝姿を見て 突然に感じるヒステリカルな恐怖心理や憎悪心理と全く同じものなのですよ極度な性愛の放散が生んだ心の空虚の中に起こる反動的な心理の空回りに過ぎないのですよあなたは僕の試みた実験によって生まれて初めてそうした体験をされたのです青春を放散し尽くした人間の頼りない心理を 生まれて初めてしみじみと味わわれたわけなのですがしかしそうした体験を何度も何度も繰り返していわゆる性の試験を求大しなければ女性性としてのの的性愛は完成されないのです平たく言えば一人前の女になれないのですまして悪魔的な凶楽の世界に立ち入ることは夢にもできないように人間はできているのですからね蘭子さん いいですか。あなたが本当の悪魔になって人間界をはるかに超越した楽しみを受けられるには何よりも先にご自身の性的興奮のためにご自身を圧倒されないことが大切なのですよ。あなたはあなた自身をいつも「虚勢された」と同様の冷静な立場に立たせて全てのものを冷たい心で翻弄していかなければ本当の悪魔的な狂楽の味は 味わわれないのですよそれは大泥棒がお金に愛着せず悪魔が女に惚れないのと同じことなのですよ蘭子さんよくお聞きください富山定助という老人はほんのちょっとした悪党でしかないのですよあいつは若いうちからご存知の城山省吾の父伝右衛門と道楽友達で2人とも死な インド日本の三国にわたるある大きな秘密結社の同人だったのですアザミの花をシンボルとする我々同士後援会の配下となっていたものですしかもその途中でレンゲモンの方は我々の仕事を利用してこっそり金を儲けると同時に姿をくらましてしまったのでその顔を記憶している富山老人は我々同士から推薦されてレンゲモンの行方を探索して 恐怖を続行する役目を受け持つことになりましたあいつがどんなふうにアザミの花を利用して伝右衛門の一家を脅かし続けたかという事実はあなたの方がよくご存知と思いますから別に説明はしますまいけれどもところがまたそのうちにあいつ富山す助老人はやはり我々の配下の一人でこの神戸に薬師匠を開業しているせがれの入れ知恵に乗せられて 大胆極まる計画を立てたのですつまり我々同士が世界的に計画しているアヘン密輸入の手配りのうちでも特に日本にだけ通用するある秘密手段の特権を我々の手から奪い取る工夫をし始めたのですがこれは我々同士の一団が世界的に連絡を取っている方法がどんなに強固なものであるかということを僕から聞かされたことのないいわば「 下っ端のうぞうむぞうに過ぎない彼らの立場から見ると実に無理からの欲望でしょうそうしてその裏切り行為の血祭りとして一番邪魔になる僕をあの偉人屋敷の舞踏室で締め上げようとしたこともあなたはよくご存知でしょうあの時に僕は全く今までにない失策をやったのです白状しますが 僕はこんなふうに誰の目にも本物の日本人に見えるらしいのですが実はペーピン生まれののの人を両親に持った純粋の人なのですしかしもう45年前から日本に来ておりましたので神戸の元町通りで茶店を経営しながら同国人の同志23人と共に日本から米国へかけた講演会の仕事の中堅になっていたものです。そして 富山老人の配下に属する日本人を使ってずんずん仕事を拡張していたのですが最近になって日本人の中にアヘン使用者が激増したために僕らの事業が非常に有利になったのを見ると彼ら富山老人一派の日本人は一致団結して我々投下人の一味を追い出しにかかりました講演会の日本内地に関連した仕事は日本人だけで十分にやっていくから シナ人は一切手を引いてしまえ引かなければひどい目に遭わすぞというようなことを我々に向かって宣言する一方に我々の手を経ないで直接にインドのインターナショナルの連中と連絡を取ってどしどしアヘンを輸入し始めました僕はその時に彼らの無知を笑っておりましたインドから直接にアヘンを取り寄せるのは 日本の砲兵交渉からダイナマイトを密売するのと同様で手筋を知っている艦犬の手にわけなく抑えられてしまうに決まっていることにあの脂肪太りの毛禄じじいが何をしでかし得るものかと鷹をくくっていたのですがこれが僕の生涯の誤りでした戸川老人はその後活発に部下を操縦してアヘンの取引を開拓する一方に 僕らをやっつける計画を進めた結果僕が毎晩単身であなたの様子をうかがうために老人の住宅の周りに忍び寄っているのを探知したらしく出し抜けに待ち伏せを食わせて僕に麻酔をかけたのですもっともその時にあいつの配下に混じっていた僕の腹心のものが捕らえられた人間を僕だと認めるや否や 暗闇の中で「安心せよ」というふうにしっかりと握手してくれましたのでそのままされる通りになっていたのですがさもなかったら僕は麻酔をかけられない前にあの老人と一味の連中を二人や三人は射殺していたでしょうあの偉人屋敷の床の上で麻酔から覚めた後の僕は心からあいつの愚かさを憎み哀れむと同時に あなたの手で首を締め上げられる快感を思う存分に味わいつつ、死人の真似をしているだけでした。もろん、僕の配下の一人が巧みに縄をかけてくれましたので、首なんかちっとも締められずに済んだのです。ただ、下顎の骨をかなり強く押さえつけられていたために、三、四日ばかりの間、歯茎が腫れ上がって、硬いものが食べられないのに困ったくらいのことでしたが。しかし、 一方にあいつ、富山老人はそれからというものをかわいそうに二重三重の脅威を受けなければならなくなりました自分の仕事を薄う々すうす感づいている関係からの圧迫はもちろんのことその秘密に近づこうとする城山祥吾や偶然に自分の秘密を除いたアダムス四郎に対して警戒しなければならないと同時に僕ら10人陣の一味から 裏切り者として加えられるであろう深刻無限な制裁を覚悟しなければならなかったのですそうした二重三重の脅威の中でもあいつらが僕から最初に受けた大きな打撃は今年の夏神戸で流行った孔子病でした。あの病気が大流行をきたした原因は種を沸かすと実にバカげたことなので海から上がってきた伝染病でも何でもないのです ことに、あの時に神戸の当局者がとった貿易の方法くらい世にも滑稽なものはなかったのでシナ内地でも有名な孔子病を研究している学者が日本に一人もいないことを大びらで広告したのと同様の集大でしたあの孔子病の病原はシナの奥地四川省から雲南紀州方面へかけて大昔から行われている飛毒薬で犬の血を注いだ大地の上に 枯れ草を23ヶ月堆積しておくと時効の加減でその犬の血が黒いねっとりした中に白いボツボツのついたコケに変わってしまうようなことがあります最初からその犬の血に格子病の飛毒を混ぜ合わせておけばいよいよ間違いなく黒い苔が生えるのですがそのコケの中の白いボツボツだけを盆の上に剥ぎ取って日陰干しにして 水晶のクズと一緒に歳末にしたものを小さな陶器の壺に密封して外用の飛毒薬として非常に高価格で秘密に売買しているのですが実は一種の病原菌で伝染性は絶対に持たないのですしかしガラスの歳末に少量ずつ混ぜ合わせて往来に散布しておきますとそれに触れた人々の皮膚から侵入してたちまちのうちに命を取ってしまうので。 具合よく順序を追って散布していくとちょうどコレラやチブスが伝染するような形をとって患者が増えていくことになります適応薬というのは何でもない酢酸を薄くして飲むかまたは注射をすればいいので酢酸分が血液中に吸収されると同時に病菌はたやすく死滅してしまうのですあいつら富山定助親子は部下にも知らせずに2人きりで相談して 莫大な費用をかけてこの病気を輸入したものらしく人知れず神戸市中に散布して流行を募らせておいていい加減なところで酢酸を使った妙薬を売り出して人儲けしようと試みている計画が僕の目にすっかり見えすぎてしまったのです蘭子さんこれはあなたにだけ打ち上げるのです今年の夏神戸市中に出没して格子病と戦った青童心は 僕なのです僕はこの目尻のところを化粧で隠して僧侶のかつらをかぶって首筋のところの不自然さをまんじゅう傘でごまかしながら孔子病の患者に酢酸,酸の混じった酸を与えて回ったのです僕が一番最初にゼラチン王用の目つぶし猿を持って巣を買いに行った家はあの界隈でも一番評判の悪い酒屋だったのですがそんな家の巣に限って酢酸,酸を余計に混ぜているものですから。 講子病の治療にはもってこいでしたその片手間には郊外から取ってきたアザミの花を方々に引っ掛けてあいつらの裏切り行為を責める意味を大仕掛けに暗示したわけでしたが幸いにこのアザミの花の宣伝は神戸市民が迷信的に共鳴してくれましたので僕らの一味は大助かりでしたおかげでさすがの富山親子もすっかり仰天したらしく 講演会の勢力の素晴らしさに初めて肝をつぶしたかしてまったりと格子病から手を引きましたがそれと同時に態度を変えて今度は僕らと妥協する気になったらしくそんな意味のことを匿名で新聞に広告する一方に愚かにもあなたをおとりにして僕の所在を探すことになりましたというのは他でもありませんあの猛録親父の富山定助も あなたと僕がいつかは結びつくに違いないであろうということだけは当から確信していたらしいのですですからできるだけあなたの行動を自由にして僕と結びつく機会を作りやすいようにしていたのですですから僕はその計画の逆に出て真正面から堂々と挑戦してやりました「こうこうとあなたに呼び出しをかけて「あなたと一緒に」 富山老人をあの偉人屋敷におびき出してやりましたそしてあなたの手で首を切り落とされた我が子の死に首をあいつの目の前にさらしてやりましたつまり「絶対に貴様とは握手できないぞ」という無言の宣告を申し渡したのですあのじじいが稲でも王でも 死に物狂いになって僕と戦わなければならないように仕向けてやったのです今頃は神戸の警察でも何とかいう犯罪学の博士もそれぞれに昼夜兼業の活躍を続けているでしょうまた城山親子も多分富山老人に誘拐されたであろう妙子の行方を探すべく標本しているでしょうけれどもそんな連中のどれにも増して 震え上がりながらたった一人であえぎもがいているのはあのヨタヨタの盲録おやじでしょう何しろあっという間もなく目の前で我が子の生命を奪われた上に大事の大事のあなたまでも宙乗りにされてしまったのですからねその上に、 自分の唯一の飯食い種にしているアヘン密輸入のからくりまで僕の手に取り上げられて一文無しになりかけていることが分かったらあの親父はどんなにか狼狽することでしょうあいつがたった一つ自分の手に残っている可憐の少女太子をどんな風に利用して我々に歯向かってくるかまたは城山の一家にいじめかかっていくかはけだしこれからの見物でしょう しかし断っておきますが僕はもうあんな半死の老人なんかに用はないのです僕の味方にならないやつで僕の秘密を知っているやつは一人残らず地上から一掃してしまうばかりですあなたはまだ関心を持っていられるか知りませんがあの城山省吾といえども僕の秘密を嗅ぎつけるところまで近づいてきたら一秒も容赦しないつもりです 自分の仕事の秘密は絶対に保証していかなければ承知できないのが僕の性分なのですからね僕の仕事はまだ先が長いですからね蘭子さんおこがましいようですがあなたにだけ打ち明けておきます何を隠しましょう僕こそは講演会の会長なのですインド、シナ、 日本米国ロシアに数万の同志を持つ仕事をしつつ心ひそかに人類の滅亡を計画している王政治とは僕のことなのです老僧の教えを厳選とした市内一流の虚無党の首領として日本や米国の軍国主義はもちろんのことロシアの共産党までも敵として戦った王老銭の一人っ子は僕なのですいいですか蘭子さん これだけ打ち明けたら僕があなたにどんなことを求めているかお分かりになるでしょう僕ともあろう者が軽率な考えでこんなことを打ち明けるものでないことがお察しできるでしょう蘭子さん僕ははっきりと言っておきます僕は今までに出会った大勢の女性の中でもあなたほど僕の性格と仕事とにぴったりしてくださる女性はいないと思っているんです 同時に世界中で僕以外にあなたの相手になり得る男は絶対にないと確信しているのですもしあるとしても優先権を持っているのですからあなたを他人に譲るようなことはできる道理がありませんあなたはもはや絶対に僕のものなんですからあなた自身が僕に反対されてもあなたの死骸だけは と僕のものもにするる決心をしていハハハハッ僕はあなたに限らず誰に対してもこんな風な生き方で仕事をしているのですからねハハハラ蘭子さんあなたはもう何も恐れることはありません心配することもありません現在僕が確保している秘密に近づきえるものは あなた以外に一人もなないのですからあなた以外には誰も僕の正体を知らないのですからまして城山の青鬼さんやよぼよぼの貞助郎などがどうして指をさすことができましょう安心しておやすみなさい蘭子さんあなたはだいぶん疲れていられるようですから用事があったらその枕元のベルを押してください 僕はあっちの部屋で仕事をしていますからそのうちには今差し上げたお酒の中の薬が効いてくるでしょう元のはつらつたる蘭子さんに戻られるでしょう <laughs> <laughs> ではごゆっくりおやすみなさいシナ青年王政児はこう言って言葉を切ると 傍ら,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 らのデスクの上の水差しからギアマンコップに水をついでぐーっと一息に飲み干すとステッキと帽子を片手に音もなく次の部屋へ消え去った蘭子は最前からうすうすと眠りかけていたいな。眠りかけたふりをしていた王青年が飲ましてくれた役種が 彼女の全身の血液をあらゆる隅々から奥の奥までもぐんぐんと引き回していくにつれて彼女の全神経をおののかしていた恐怖が次第次第に消え薄れていくのをありありと意識しながらそして王青年の言葉の切れ目切れ目ごとに今しも王青年が説明を続けている自分の悪魔性が1分刻みに復活してくるのをはっきりと気づきながら 彼女は相手の長たらしい説明を相手が熱中しているほどに注意して聞いてはいなかった富山老人がどう考えていようと城山正吾の父が何者であろうと神戸の警察がどんなに大騒ぎをやっていようとまたは目の前に手を上げ眉を動かしている品青年王誠治がどんなものすごい悪魔であろうとなかろうとそんなことは天から問題にしていないのであった 彼女はただ目の前の王青年がいかにも悪魔らしい態度を見せていながらにその内心では死ぬほど彼女に惚れている事実をその一言一句に直感しているばかりであったそうして彼女はうすうす目を閉じながら「どうしたらこの生意気なシナ人を富山老人と同様におもちゃにすることができるだろう」とそんなことばかり考えながら 耳を傾けるともなく傾けているのであったつい今さっきまで言い知れぬ恐怖にとらわれて歯の根も合わず震え上がっていたことなどはとっくの昔の出来事のようにケロリと忘れてしまいながら生まれながらの悪魔である彼女には「王青年のお説教などは聞いても聞かなくても同じことであった」彼女は、 黙紀や法事などいう古今の独夫と同様にどこまでも天真爛漫の一点張りであった泣いてもすぐにケロリとするいたずらっ子であった山に行けば山のいたずらをするし海に行けば海のいたずらをするだけのことであっただから帝王の権威といえども彼女の前に持ち出したらマッチ一箱くらいの値打ちしかないことになるので 人も恐れるる後援会の狩猟王聖司がアダムス白郎連れと同様に一山いくらのおもちゃとしか思われなかったのも極めて当たり前のことであったしかし王青年が超高絶を振るった後で蘭子の前から立ち去るべく高笑いをしーしー立ち上がった時にはさすがの彼女もその悪魔らしくさえかえった魅力の素晴らしさを心の底から誕生しないわけにはいかなかった そして彼女はそうした興奮を鎮めるべく王青年が出ていくのを待ちかねてむっくりと起き直ったベッドの上から手を伸ばしてつい今しがた王青年が飲んでいたコップに水をなみなみと注いで横になったままごくごくと飲み干したのであったそれから蘭子は子供のようにとたりと仰向けにひっくり返った それにびっくりして波打ち出した上等のクッションに揺られながら真っ赤な赤竹色を回復した唇をペロリペロリとなめずり回したそうしてしばらくの間大きな目を見開いて天井のシャンデリアを凝視していたがやがてたった一人でにっこりとほほ笑むとそのまましっかりと目をつぶって華やかな羽布団の下にもくもくもくと潜り込んでいった 何かしら、素敵なことを思いついたように第六作者森下雨孫天魔女一ランコはベッドに寝そべったままさっきからうっとりとした無意味な視線を。 天井のシャンデリアに投げかけている。口にくわえた細巻きのシガレットから紫色の煙が緩やかに立ち上ってガラス窓を通して差し込んでくる朝日の中で軽くもつれ合っていたどこかで騒がしいエンジンの音がするいかにも港の近くらしいのんびりとした潮の香りが漂うていた五分ぐらい積もったタバコの灰が ににほろりと胸の上にこぼれ落ちた。蘭子はそれをきっかけにベッドの上でどたりと寝返りを打つと灰落としの水の中に水差しのタバコをじゅーッと鳴らせてふと枕元にあった鏡を引き寄せたそして腹ばいになったまま目鼻唇頬といちいち自分の美しい顔を特身の行くまで眺めていたがやがてそれにも飽きたのか ふいに鏡を投げ出すとまぶしそうに目をパチパチさせてあああ,あと大きなあくびをした獅子が弛緩して今にもバラバラになりそうな気がする血液の巡りにどこか尋常でない物食い気だるさを感じたゆうべからけさにかけての異常な興奮にさすがの彼女もいささか疲労したらしい目の縁に黒いシができて 筋肉のどこかにそれと知れるたるみが見える突然蘭子はふふんと鼻の先で軽く笑ったそして枕元のテーブルの上から水がめを取り上げるとカメごとごくりごくりといかにもうまそうに水を飲んでいたがそれを元へ置くとその代わり今度は1枚のカードを取り上げた「蘭子さん昨夜は失礼」 お互いの感情を整理するためにも今朝は顔を合わせない方がいいだろうと思ってわざとお先へ失敬しますいつでもご随意の時に勝手にここをお出になってくださいわざと表のドアには鍵を下ろしておきませんでしたそしてその文章の終わりには赤いあざみの印が押してある 蘭子はそのカードを指先でくるくるともてあそびながらもう一度ふふんと低い笑い声を漏らしたあざみの花も王政治と名乗るあの奇怪な青年も富山老人も城山一家も彼女にはもう何の興味も与えなかった何もかもが子供だましのお芝居ごっこめいていっそ吹き出したいくらいだったあざみの花 ななんというう。しだろう王政治と名乗る未成年なんて薄っぺらなお坊ちゃんだ富山老人なんてネチネチした嫌なじじいだろう城山一家なんてかわいそうなけだものたちだ彼女はもみくちゃにされた感情の中で今まで起こった事件の一つ一つをそう冷笑していった。 誰でもたぎりきった欲望の満たされ尽くしたあとでは世の中のどんなことでもがつまらなく見えるものだ蘭子はちょうど今そういう時期にあった王政治との一夜の遊戯が彼女の頭をすっかり灰色に冷却していたやがて蘭子はけだるそうにベッドから起き上がると洗面台のそばへ行ってほとんど裸に近い格好でゴシゴシと体をこすり出した ああこれでやっと少しは人間らしくなったわなるほど弛緩した筋肉が冷水のためにギュッと引き締まって薄桃色の肌にはやがてキラキラとした油が浮いてきたそれは彼女がようやく日頃の自分を取り返した証拠である蘭子は洗面台の向こうの大きな姿見に向かってさも満足そうに顔から胸 胸から腹と順々に自分の体を検討していったがその時ふと奇妙なものが目についた「おや?」と小声に叫びながら彼女はかかとでくるりと後ろへ振り返ったがすぐ腰をかがめて床の上から1枚の紙切れを取り上げたすると彼女の顔は急にギュッと緊張してきた。 まるで哀れな犠牲者を狙う野獣のように生き生きとした目を輝かし息を内へ吸い込んでじっと虚空を見つめて考え込んでいたがやがて片目をつぶると唇をゆがめてふいにニッと笑ったいかにも残忍な笑いだ蘭子はその笑いとともにすっかり日頃の性格を取り戻したらしいその証拠には 急に動作が活発になったのでもわかるそれにしても彼女が拾い上げた紙切れというのは一体どんなものだったろう2ランコが芦屋にある富山老人の邸宅へ帰っていったのはそれから2日目の夕方だった老人は 疾風のように部屋へ飛び込んできた蘭子を見るとぎょっとしたように心持ち身を引いたが「おお蘭子じゃないか一体どこへ行っていたのだ」とそれでも言葉だけはつとめて平穏を装うたどこでもいいわちょっと浮気をしてきたのあんた寂しくはなかったはあ。 またどこかの不良少年とでもふざけていたのだろう。なんだその様は。老人がそう言ったのも無理ではない。ランコはまだこの間の少年姿のままでいるのだ。しかし彼女は老人の言葉なんか耳にもかけない様子で。そうよ。きれいな可愛い人と散々遊んできたのよ。まるでおとぎ話みたいな遊戯よ。おじいさん あんたなんかまるでくらべものにならないわフン俺じゃあどうしてここへ帰ってきたのだねだってさあんたがさぞさみしい思いをしているだろうと思ってさそれによ本当を言うと私少しその男に飽きちゃったのよ私少しはあんたみたいなおじいさんでも好きなのかもしれないわねご挨拶だね まあいいやここにいたかったらいつまででもいるさ老人の態度は嫌に冷ややかで昔のような張り切った脂っこさは少しも見られなかったもっともこれは彼女が老人の悪事を知ってそれに加担するようになって以来の彼の変化であるそれまで巧みに隠していた別の性格をすっかり彼女に知られてしまったと思うと老人は もう昔のようにバカにはなれないらしかった彼の求めていたものは悪党ぶったしかしそのくせ何も知らぬ愚かな女であった彼はいつも蘭子にバカにされながら結局彼女をおもちゃにしていたものだしかし現在の蘭子はおもちゃにするにはあまりに利口すぎるしあまり多くのことを知りすぎている老人が 昔のように羽メを外してバカになれないのも無理ではなかった何を難しい顔をしているのおじいさんあんた私が嫌になったんじゃないまあまあ何でもいいお前は疲れてるようだから少し休んだらどうだねフフ <laughs> 彼女は鼻の先でバチッと指をはじくと嫌に敬遠するわね いいわよ。私自分の思いを通さなきゃおかないんだから。いきなり老人の首ったまへかじりついた。こら何をするのだ。無茶なことをするもんじゃない。いいわいいわ。たまに帰ってきたんじゃないか。ランコはそう言いながらサルのように両足でギゅっと老人の腰にぶら下がって両手でむちゃくちゃに相手の頭をたたいた。 こら、よせよせと言ったらよさないかいいわよいいわよ誰も見ていないからいいじゃないか老人の丸い鼻の先でたくましく発達した蘭子の筋肉がピチピチと踊ったまるでわきのような若い女の体臭がむせ返るように彼の全身を圧迫するこらよせよよせよ 悪ふざけをするのはよせったらそう言いながらも彼はもう前ほど蘭子を振りもぎろうとはしなかった真っ黒な塊を飲まされているような不安な位置にいることを自覚している現在でも一瞬間彼は甘いうっとりした気持ちになった蘭子の鋭い神経はその油断を見逃さなかったアハハ おじいさん、あんたやっぱりなんだろうね彼女は胸をそらして高らかに笑いながらその表紙に老人のポケットから一枚の紙切れを素早く抜き取ったそして一目でそこに書いてある文字を読み取るとそれを元のポケットに収めて「じゃあもうこれくらいで勘弁しといてあげるわよ」そうう言ったかと思うと、思 不意に老人の体から離れるとあっけに取られているというよりもむしろ残念そうな顔つきをしている老人を残してツバメのように部屋を出ていった3その晩は暦で見ると旧暦の28日空には月も星もなかった 空は高く晴れているのだが妙に生暖かい今にも雨が落ちてきそうな鬱陶しい天気だった蘭子は老人に続いて密かに屋敷を抜け出すと相手に蹴取られないように物陰を選びながら巧みにその後を尾行していたこうして尾行するまでもなく彼女は老人の行き先をちゃんと知っていた今夜9時 甲子園グラウンドの正門まで来たれあざみのお花そんな文字がさっき老人のポケットから抜き取った紙切れの上に書いてあったのを彼女は知っているそしてその文章が何を意味しているかということも彼女にはほぼ見当がついていたかわいそうにおじいさんでも結局仕方のないことだわ 彼女は老人が不意に後ろを振り返ったのでぎょっとして木陰に身を隠すとふとそうつぶやいた老人はしばらく不安に耐えぬようにそわそわと辺りを見回していたがやがて肩を低く揺するとまたのそのそと歩き出した後ろから見るとその姿がいかにも惨めに哀れっぽかった蘭子はよほど後ろから呼び止めてやろうと思ったが 結局どうにもならないことだとわかると、そのまままたひろのようにもろかげに吸い付きながら密かに老人の跡をつけ始めた。じいさんもまんざら知らないんじゃないわ。王政治の話を聞いてもわかるじゃないか？裏切りをした。男にどんな罰が下るか？それくらいのことを覚悟していない。じいさんじゃないわ。そう考えると一時でも殊勝な心の沸き起こったのが。 彼女にはむしろ不思議なくらいである。それから半時とはたたないうちにあんな残忍な喜びを感じていた彼女なのに富山老人は蘭子の尾行には一向気がつかない様子だったそんなことよりも彼は今大きな屈託に胸がついえそうになっているのだ屈託も屈託も命に関する大きな屈託なのだ ランコがつぶやいたように、彼もまたやがて来るべき自分の運命を大体予感していたシナから日本へかけてあの大げさな網を張っているアザミ弾を裏切ったが最後「いつ何時どんな恐ろしい手が伸びないでもない」「それくらいのことはかねてから覚悟していた老人はむしろ覚悟していながらそれに反抗を試みて今まで戦ってきた」 団長の王誠治という男をくびり殺そうともしたあざみ団の向こうを張って大きな爆打を自分の手で撃ってみようともしてみたしかしそれもこれも結局甲斐のない努力に過ぎなかったのだ殺したと思った王誠治はまだこの世に生きている神戸の町にばらまいたあのあざみの花の威嚇はどうだみんな自分に宛てた警告ではないか その頃から老人はしばしば計り知れない恐怖を感じることがあったそれでもまだ彼の体内には相手と戦ってみせるという気迫は残っていたしかし彼がいよいよやり場のない恐怖を味わわされたのはあの息子の死であるまるで魚のようにコロリと首を落とされた無残な息子の死体それを現在 自分が王政治を考察しようとした場所に発見したのだから彼が地獄のどん底へ突き落とされたような恐怖を感じたのも無理ではない彼はちょうど雲の巣に引っかかった哀れなハエの姿にも似た自分の姿を発見したもがけばもがくほどあのにちゃにちゃとした気味の悪い糸が巻きついてくるそして最後にはどんらんなケむくじゃらの手につかまれて その息地を吸い取られてしまうのだ老人は今までの抵抗が全く無意味であったことを知ると急にがっかりとしたそして一時に6つも7つも年を取ったような気がした彼はもう観念の保存を決めているどうもがいたところでどうにもならないクモの巣なのだなまなか抵抗することは 不要な恐怖を長引かせるだけにしか役立たないのだ。はっきりそう覚悟が決まると彼はいっそやすかっただから今夜のこの呼び出しにも逃げも隠れもせず応じたわけなのだったやがて甲子園グラウンドの巨大なスタンドが怪物のように目の前に見えてきたそこまで来るとさすがに彼もためだったがしかしすぐ思い直したように つつかつかと正門のところへ歩いていった誰<だ>突然闇の中から姿を現した一人の男が低い声でそう尋ねかけた富山貞助老人ははっきりそれだけ答えると低く肩をそびやかしたああよく来たねこちらへ入れ。 男は先に立ってグラウンドの中へ入っていく老人は悪びれもせずにその後に続いたそれにしても一体どうしてこのグラウンドに入る鍵を持っているのだろう日頃はまるで城のように閉ざされている巨大な扉が静かに開いたかと思うと瞬く間にこの2人をのび込んでしまったごたごたした芝居の奈落のような廊下 そこはちょうど観客席の下にあたっているその薄暗がりの中を老人はどっしりとした足取りで前に立った男の後に従ったやがて選手控え室を抜けると彼らは不意にぽっかりとすり鉢の底のような広場へ出た老人もかつてランとともにスタンドからこのグラウンドを見下ろしたことがあるそこにユニフォームを着た野球の選手たちが まるで豆粒ほどに見えたことを思い出した今この途方もないくらい広いグラウンドへ突然彼は引っ張り出されたのだ一体ここで何事が起ころうとするのだろうふと見ればグラウンドにはスタンドの壁とすれすれに1台の自動車が置いてある自動車のそばには23名の黒い影がまるで護衛するかのようにいかめしく立っている 富山老人はその自動車のそばへ引っ張って行かれたドアを開いてみろ。今彼を連れてきた男が突然彼の耳元でささやいた老人は黙ってその言葉に従ったしかし自動車の中を一目見た彼は思わずギョッとして一歩後ろへ下がったそこには城山伝兵衛が乗っているではないか 同じくあざみ壇を裏切った伝兵衛そして富山定助によって殺されるべく運命の定められていた城山伝兵衛その伝兵衛が自動車の中に乗っているのだしかも何という奇妙な格好をしているのだろう頬から額へかけてハスに黒い布を巻きつけて従って目といえば片方だけしか見えないのだ 富山老人の姿を見ると彼もまたぎょっとしたようにその片一方の目を輝かせた機械なのはそれだけではない伝兵衛は確か右の腕があったはずだそれが今見ればどこにも見当たらないいやいやその腕はないのではなくてこれも同じく黒い布で背中の方へキリキリと縛られているのだ 機械な片目と片腕一体このへんてこな格好は何を意味するのだろうあまりのことにあっけに取られてぼうぜんとしている老人の耳元で突然低い強い言葉が聞こえた。老人が振り返ると、 さっきの男がじっと彼の目の中を覗いている老人の傍らには二人の男が寄り添っていざといえばいつでも飛びかからんばかりの身構えだ君は裏切り者がどんな処罰を受けるか知っているだろうなおう老人は低い声でうなった君はこの自動車の中にいる男を知っているか 知っているよしこの男は第一に我々麻美団を裏切った男だそして君はこの男を倒すために派遣されたのだそれにもかかわらず君もまた我々を裏切ったそれに違いないな違いないよしよし君は覚悟を決めていると見える さすがはとやもさだすけだ。男はそう言うと、低い声でクスクスと笑った。老人はそれを聞くとムッとしたように、俺は今、別におだててもらおうとは思わない。それで一体、君たちはこの俺をどうしようというのだ。まあ、そう急ぐな。おいおいに言って聞かせてやる。男は。 またもや厳粛な調子になるとなあ富山定助ここに2人の裏切り者がいる我々は2人とも処罰しなければならないしかし実のところ目下の我々は忙しくてとてもそんな暇がないのだだからいっそここは君たち2人の手で片付けてもらおうと思うのだ我々2人に 老人は気厳な顔をして聞き返した自動車の中で一心に耳を澄ましているデン・ゲモンも不思議そうに片目を光らせて乗り出してくるその様子では彼もまだ何も知らないでいるらしいさようつまり決闘だな男は老人とデン・ゲモンの両方に聞こえるようにはっきりとそう言った決闘 なるほど。それでどちらかを片付けるというのだな。それで、もし、生き残った方は生き残った方は、運命の神様がまだ見放さぬ証拠だ。我々は神様にまで反抗しようとは思わぬ。ほう。すると、生き残った方は、無事に見逃すというのか。さよう。 いつまでそいつが再び我々の邪魔をしようと企てない限りはおおするとこのあざみ団の仕事から一切手を引けば永久に見逃してくれるというのだないかにもきっとだね我々の言葉にいつ嘘偽りがあったろう それを聞くと老人と伝右衛門の顔には急に興奮の色が浮かんだ今まで彼らは命を取り留めるチャンスは十中八九までないものと思い諦めていたしかし今聞いた言葉によればそこには最後のチャンスが残されているのだ決闘に勝てば勝ちさえすれば永遠に麻美団の手から逃れられる だが！老人は顔にびっしょりと浮かんでいる。汗を脱ごうともせずに。一体、白山の殺す姿はどうしたというのだ。片目を隠し、片腕を背中に縛りつけた。この奇妙な格好は一体何のまじないなのだ。でんげももうほとんど同時にそれと同じ質問を発した。彼もまた。 自分の機械な格好の意味を知らないのであった。うん、その姿が。それは何でもないさ。君たちは片目片腕で決闘するんだ。なるべく勝負が長引くようにな。ええ。二人はそれを聞くとギョッとしたように足を浮かせた。そうさ、普通の決闘のようにバタバタ片付いたんじゃ面白くないからね。 富山貞助君も右の腕を後ろに縛りつけ片目を包帯しなきゃならないよそして左手で決闘するんだ向きはここにあるそう言いながら男が差し出したものを見ればおおんということだそれは刃渡り三寸ほどの小型ナイフではないかふん、はあ、なるほど。 このちっぽけなナイフで命のトりックをしろというのか？それもよかろう。しかし、それにしても場所が少し広すぎるぜ。このグラウンドの中をどちらか一方が逃げ回っていた日には血統の方がつかぬ。うちに用が上げてしまうかもしれないぜ。富山老人が吐き出すように。そういうのを男はまる。でもみ消すように。 なにその心配には及ばないよ決闘場はほらあの自動車の中だ自動車の中で君たちは決闘するんだグラウンドで決闘なんかされてたまるものか血というやつはなかなか消しにくいからねそこへ行くと自動車の中は安全なものささあ勝手に中を血みどろにしてくれ どうせこいつは近いうちに海の中へでも放り込もうと思っていた代物なんだ2人にはようやく相手の真意が分かってきた彼らはやはり2人を生かしておくつもりは毛頭ないのだ決闘とはいえ自動車の中のような狭い場所で片目片腕しかも刃渡り三寸というちっぽけなナイフでの決闘なら勝った方といえども無数の手傷を負わねばならぬ あとは多分、その男が言った通り、自動車もろとも海中へ突き落としてしまうのであろう。ああ、なんという悪辣な計画だ。なんという残酷な死刑だ。一寸刻みコブ試しも同じことではないか。団長に会わせてくれ。団長はどこにいる団長に会って、俺は言いたいことがある。団長か。 団長ならららさっきからあそこにいられる。ほら自動車の運転台に富山老人は今まで気づかなかった運転台に目をやったとその途端彼は飛び上がるほど驚いたお,おランコいかにも運転台にハンドルを握っている王政治のそばにはいつの間に来たのか 蘭子が好もしい笑いを顔いっぱいにたたえて座っているではないかその目はやがて来るべき世にも残酷な場面を想像して期待と喜びに震えているそれはみだらがましいまでに欲望に満ちた眼差しだった「オら、ラ団長ご自身君たちの決闘を運転してくださろう」と言うんだしかもそのそばには。 花嫁様までついたらじいさんしっかりやらなきゃダメだぜそれからあとにどんなことがそこに起こったか筆者はあまりの残酷さにその場面を描写することができないそれは世にも凄惨な場面だった高いスタンドに取り囲まれたすり鉢の底のような夜のグラウンドその中を 気が狂ったように何回となく駆け回る真っ黒な自動車その中から時々漏れてくる低いうめき声ああそこには世にも奇妙な血統の通さが黙々として続けられているのだやがて血が車の中を真っ赤に染めたに違いない江川蘭子はそれを見ながら 肉の震えるような歓喜に浸っていた5久米沢公釈はふと読みかけていたドイツ本をばたりと膝の上に伏せるとじっと外の物音に耳を澄ましていたサイドテーブルの上の小さなスタンドをのぞくほか電灯はわざと消してあるので。 広い贅沢なこの岩の中で何かしら心身としてもののけに狙われているように見えた公釈は物うそうにそばのテーブルに本を教えるとウイスキーソーダを自分で混ぜてそれをぐっと飲み干すといささか気が落ち着いたように深い安楽椅子の中でぐっと足を伸ばしたここは神戸中山手通りにある久米沢公釈家の別邸で広い庭内には 若いこの美貌の公爵を除いてはほんの身の回りの用を足すに足る数人の召使いしかいなかった世の中に欠けたることのなきと思う若い久米沢公爵は時々世にも高価な憂鬱を感じることがあったそういう時彼は煩わしい東京の本邸から逃避して神戸のこの別邸で読書三昧にふけるのであったそういう時の彼の綿棒は 白い額がいよいよ青みを帯びてきれいな羊毛がどこか冷酷にさえ見えるくらい美しさを増していた講釈はふと真っ暗な室内に異様な人の気配を感じた何かしらほかげから背いた冷たい室内の隅に黙々とうごめく黒いものがあるそれを感じると講釈はやってきたなというように。 一瞬間青白い頬の筋肉をピクピクと動かしたがやがて次第に気を取り直すとわざと落ち着き払ってそばのテーブルの上からたばこをつまみ上げた「そこにいるお方どなたか知らないが電灯をつけてくれたまえ」「静かな水のような小姉だ」と部屋の隅から突然クスクスと忍び笑いの声が聞こえてきた。 と思うと次の瞬間にはバラ色の明かりがさっと輝かしい部屋内の有様を照らし出したああ君かやっぱりそうだったのかえ私よどうとうとうあんたの巣を突き止めたでしょ乱子だった彼女はおかっぱの頭を振りながらいたずらそうに目をパチパチとさせて笑った お客様と一緒のようですなええ城山省吾さんよ是非妹さんの妙子さんを取り戻したいとおっしゃるので一緒にお連れしたの蘭子はそばに固くなって立っている正吾の方へちょっと肩をそびやかした正吾は何が何やら訳が分からぬ顔つきで呆然とこの高貴な青年の美しい綿棒を見ている無論もう あの苔脅しの水中メガネはかけていないそうですかそれはそれは妙子さんなら今2階の寝室で休んでいるはずです何な,ならお呼びしましょうか講釈が呼び林に手をかけようとしたせつである突然その前に蘭子が立ちはだかったダメよ変なまねをするのはよしてちょうだい妙子さんのことならあとでも話ができるから その前に私たちの間の話を決めようじゃありませんか講爵は黙ってベルから手を離したそしてあきれたように蘭子の顔を見守っていたがやがてかすかな疲れ果てた微笑が顔いっぱいに広がっていった私が何か変なまねをすると思うのですか一体私たちの間に何の話が残っているというのです勝負は あなたの勝ちです久米沢公爵もこれでおしまいですよ久米沢公爵そして王政治のね王政治2人の奇妙な対話に呆然と耳を傾けていた正吾は王政治という名を聞くと突然ぎくりとしたようにうめいたそうよ王政治 実は久米沢公爵よ。世界を股にかけて大仕掛けな悪事を働いていた安積団の首領品青年の王政治が実はこの久米沢公爵だったとわかると世間の人はどんなに驚くでしょうね王政治じゃあこの人が省吾にとってはこれは寝耳に水以上の驚きだった彼は まるで化け物でも見るような目つきでこの美しい青年から目を離すことができなかったそうよあざみ団の団長王政司そしてあなたのお父様や富山老人を殺したのもみんなこの人よほら今朝の新聞で2人の死骸が見るも無残な有様となって神戸港外に浮き上がってきたことはあなたもご存知でしょう。 それもこれもみんなこの人の仕業よそして妙子さんもこの屋敷に幽閉されているのよこの人がああこの公爵がそうよこの人よ間違いはないわ私海岸通りの王政治の隠れ家でこの人の落としていった名刺を拾ったのよそれからというもの 私一時だってこの人から目を離したことはないわあざみ団の団長王誠司すなわち久米沢公爵なんという素敵なニュースじゃありませんかその時まで黙って2人の話に耳を傾けていた公爵はふとパイプを口から離すと物うそうに蘭子の方を振り返ったで蘭子さん我々の話というのは そうね。じゃあ手っ取り早く行っちまうわ。私、しょう吾さんをここに連れてくる前に、警察へ手紙を書いたのよ。ねえ、うしゃく。私、金が欲しいの。富山のおじいさんはいなくなっちまったし、私だって生きていくためには金がいるのよ。10万円の小切手を書いてちょうだい。そして、すぐにここから逃げるのよ。 10万円お安いご用だしかし蘭子さん私はもう自分の安全を買う必要はなくなったのですよ公爵の唇から突然パイプがポタリと落ちたほら私が今ふかしているこのタバコの煙よくご覧なさい私は 私は間もなく何の苦労も何の心配もない世界に行けるだろうそこではそこでは私はもう退屈する必要は少しもないのだああ忌まわしい退屈なんという馬鹿げたことだ私はもう この忌まわしい思い思に責められる蘭子は,は突然名状しがたい恐怖の色をその目いっぱいに浮かべた公爵公爵蘭子はつかみかかるように公爵の肩に手をかけると夢中になってその体をゆすぶったしかし公爵の表からは 時代にの影が引いていてく。まるで引き潮のように夕日の影のように徐々に静かに死の影が広がっていったとちょうどその時激しくドアを乱打する音「畜生卑怯者をなんて様だ!」。これが。 私にくどくどとあの悪の抗議をした男かいち、っ、バカバカしいドアの外では警官たちがガヤガヤと立ち騒ぐ音が聞こえたやがてメリメリとドアに裂け目ができるその裂け目から堀川刑事の顔がぬっと現れた蘭子はそれを見ると気が狂ったように足を踏み鳴らし拳を振りながら 高らからに笑った<笑>バカバカ何もかもおしまいだだが私はまだこの世の中に未練があるんだよお前たちにつかまえられてたまるもんか次の瞬間彼女の体が窓のそばに飛びのいていた外にもいっぱいの警官だ蘭子はちょっと舌を鳴らした 吾さん、さようなら妙子さんは2階にいるって話だわご無事でそれだけのことを言うのがせいぜいだった突然熱いドアが打ち破られるとどっと流れ込んでくる警官の塊あばよふふ <laughs> んだランコは劇的な身振りでもって最後の挨拶を一同に向かって投げつけたかと思うと その姿はみるみる空へ向かって登っていく。潮のような神戸の街のいらかの上を飛びながら、星の光を受けて彼女の姿がどことも見えなくなったのは、それからまもなくのことだった。